はい、皆さんこんばんは。黒いトークアバウトレンズのお時間がやってまいりました。今日はですね、ゲストの方に、黒いの皆さん呼んでおります。はい、では黒いの皆さん、どうぞ登場してください。はい、では各自じゃあ背の順で自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。あれ、これ今来てるのかな、みんな。ちょっとこれおじさんね、ズーム初めてだから、ズーム収録っていうのがもう初めてで、あ、ちょっと安藤君これさ、音楽下げてもらえるかな、ちょっとこれ大きいかもしれない。はい、じゃあ皆さんじゃあ来てもらって、いやちょっとみんな遅くない？いや、背の順ってどっち？背の順、じゃあ、 あの関さんから、じゃあ背の順で自己紹介お願いします。いや、関さんからビデオオンに入る感じですか？ちゃんと紹介してよ、はい、背の順で。ではベースの関正則さんです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。あ、よろしくね、うん、よろしくお願いします。あ、これそれお部屋、自分の。はい、そうです。あ、そうなんだね、ありがとう、よろしくね。じゃあ次、これ身長高いの、じゃあこれ内田、ボーカルの内田さん、じゃあお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。え、クルーボーカル内田亮です。はい、もう楽器いっぱいだねそれ。はい、じゃあ次、じゃあキーボード、千葉大樹くん。はい、千葉です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあドラム、増田さんお願いします。あ、よろしくお願いします。おしゃれなの持ってるね、それ。嘘でしょ、それ。食べるの、これから。何それ。一旦は靴の上になっておりますので。初めて見たんだけど、それ。お酒が取れません。はい、ということで、ちょっとみんな来るの遅くない？ 9 時からって言ったよね、今日。すいません。俺今日さ、もうホワイトボードとか買って結構張り切ってきてんのそれ何に使うやつなんすか。何も書いてないじゃないですか。それ何に使う、とりあえずね、これほらロゴとかちゃんと書いたんだけどさ、消えるね。まああの、何やるかはもうホワイトボードに消されとるやん。何やるかはもう正直決まってません。もうあの視聴者の方と一緒にこう作り上げていけたらなと思ってます。では本日、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ毎度やってるこのトークアバウト企画ということで、6月23日に我々のファーストアルバムレンズがリリースされたということで、とりあえずで今回そうね、あの皆さんのことをお呼びした流れなんですけど、じゃあちょっとね、どうしましょうかね。もう結構もう皆さんざっくばらんに話してってもらう感じでいいんですけど。結局って何ですか。まあ、じゃあこれもう完全もう結局って何ですか。完全これ生だからさ。でもね、もうなんかやっぱ一個思うとこがあってさ、まあ結構いろんなインタビューとか見てくれた人はわかると思うんだけども、結構だいぶ話し尽くしちゃったなってとこあると思うのよ。まあ改めて話すのもまあもちろんいいんだけど、今回ちょっと今まで話せてなかったところとか触れていけたらなって思います。皆さんどうですか、これコメントの方ちょっと見てもらってもいいですか。誰かコメントはこっちが拾うんですか。確かに。そうで、ちょっとね、もうスピードがすごいので。スピードがすごい。コメントの。そう、もう皆さん今日も今201人も見てくれてます。あ、すごい。そうだ。まずあの皆さん、チャンネル登録者1万人いきました。ありがとうございます。押し切られてんじゃん。押し切られてんじゃん。そう、Spotify も1万人いったっていうね。はい、じゃあ今こんな感じで後ろで音楽流しつつ、こう皆さんで話していけたらなと思うんですけども、これあれだね、順番はこれランダムなんだね、安藤くん。はい、ということでこれね、今日ははい、トークアバウトレンズということで、どうしますか皆さん、何話していきますか。これなんか長谷上さんがこうどんどん話題振ってってもらえると、まあ一番いい。あ、分かりました。じゃあもう正直そのバルビーライブはどうなんだってことで、もじゃあ一回話しときますか。じゃあ1曲目頭の方からこれ、じゃあ、まあ、じゃあまあ今流れてる酸素とかのお話しましょうか、ね。めちゃめちゃすいませんすいません、はい、ま、増田さんを一回処理しないとおかしくなっちゃうんで、ちょっとそこだけ最初に進めてもらっていいですか。そう、あのね、昨日僕がねインスタライブ配信で食べたの、ペーターマックス。
まあ、半分もちょっと一回落ち着いてもらっていいですか。全部の文章噛んでるんで今。長見さんさ、ちっちゃい声で、あ、そっかっていうのやめて。インスタライって言ったよ、ね、昨日のインスタラ配信っていうの。あのインスタライブで、あの僕昨日ペタマックス食べたのよ、うん、でも3分の2ぐらい食べたところでギブアップしちゃったんだけど、やっぱもううちの新内ドラムの増田秀智さんに今日はチャレンジしてもらおうかなというところでございまして、うん、正直増田さんは今回何も話さないかもしれないですね。もう焼きそばをひたすら食べていただくという。もう焼きそばなんですかこれは。あ、焼きそば、醤油ラーメンですね。ペタ焼きそばを出してる。これなんかあのどういうあれなのか説明してあげてください。これあのね、まああの知ってる人多いと思うんだけど、これまあ3300キロカロリーぐらいある醤油ラーメンなんだけど、もう焼きそばのペヤングのいわゆる焼きそばの麺でラーメン作ってる。まあ、だいたい8個分くらいかな、普通のペヤング。それぐらいの量が入ってる醤油ラーメンなんだけど。うん、まあ、味は正直下の上。下の上。で、このまあとんでもない量が多い醤油ラーメンなんだけど、これを量があってのこれをやっぱでも増田さんには食べていただきたいということで、今お湯を取りに行ってくれてるのかな、増田君は。そうかもしれないですね。そうだから、あの皆さん、これ随時ちょっと増田君の方の画面、まあ、こっちからも触れるようにするからさ、あのちょくちょくチェックしていただけたらなと思います。あ、じゃあもう増田さんは自由にこれからやってもらう感じですか。あ、そうですね。で、あの増田くんは、まあ後で来たら言うけど、インスタライブとかしてもらえたら同時並行でこう。いいんじゃない、分散しちゃうし。あ、じゃあ一回 YouTube だけでね。これね、はい、じゃあどうしようか。じゃあまず曲何話そっか。完全あのいつも通り聞いてっちゃっていいのかな、これ。なんかあの気になるとこあったら全然聞いてもらえる。あ、うん、今、まあ、僕も一通りこれ今回やるにあたって聞かせていただいたんですけど、ありがとうございます。やっぱあのバルミーライブが僕一番好きだったかな、やっぱ召喚。あ、本当ですか、うん、もちろん全部いいんだけど、そう、この曲ね、これでもう頭から引き込まれちゃったな、正直僕これ。どの辺がやっぱ、いや、なんかこれ僕最初聞いたのラジオで聞いたんだけど、いや、もうちょっともうびっくりしちゃって、うん、もうなんかもう一気に、もうそのいつもラジオしてる時って考え事しながら僕聞いてるんだけど、なんかもう考え事できなくなっちゃって、これ聞いた時バカになるってことですか。そう、バカになれるだから、僕はもうこれ曲自体、これまあ、僕もこの曲の表面上のところでしか理解できてないから、深いとこちょっと聞いていきたいなって思ってる人もたくさんいると思うので、一回じゃあちょっとそこをお話ししていけたらなと思うんですけど、これどういう感じで作られたんですか、これこの曲。どういう感じっていうのは、もうあのなんか噂によると、その MV 選考で曲作りを始めてったみたいな情報、これ僕聞いたんですけど、それはどういうあれなんですか。これ、それしこたま言った情報を聞いていくんですか、今回。どういうこと。あの、さあ、いや、あの、こと出ちゃう、出ちゃう。あの、視聴者さんからもさ、あの、長谷部くんずっとそれで行くのって言われてるんだけど、大丈夫か。もうさ、こんな感じで来ちゃったから、もう行くしかないよ。でもさ、めちゃくちゃ薄っぺらいぜ、今の内容。なんかこのライブならではの質問とかがあるのかなと思ってた。確かに。もっと入り組んだ話、もっと斜めから行こう、行きましょうよ。あ、長谷上さんちょい似ててイラッとするだって。あ、まあ、ちょっと似てるとかよくわからないんだけど。あ、ねね、これさ、はい、インスタもやっていいの。いや、やらないことになったから、もう。あ、そうなんだ。一回じゃあもうそっちスタートさせようか、増田くん。あ、もう完成。吹き切れる自信が今ないからっていう弱音だけは吐かないように言っております。増田です、よろしくお願いします。お願いします。叩かれるぞ増田。これあの時間とか一応なんか増田さん携帯の方で測ったりできます。あ、どうぞ、できます。はい、お願いします。はい、長谷上さん。はい、じゃあね、まあ
まあ正直その曲の成り立ち、僕がさっき言った MV のこととかは、まあいろんな、まあ、探してもらえれば出てくる情報だとは思うので。大丈夫か。一回そうだな、何に聞こうかな、うん、これ歌詞さ、これ歌詞さ、これ歌詞もこれ MV からのあれで来たの？あ、そうですね、歌詞もMV のその企画自体がなんかこうコミューンを作って暮らすみたいな、うんうん、絵の企画が来てたので、それを元に作ったので、あの歌詞自体もなんかちょっと宗教のことを勉強したりとか、うん、なんかそういうものをちょっと自分の中で取り入れつつ、その自分の周りで起きてることにこうそれを落とし込んで書きましたね。なるほどね。じゃあ特にその全その元ネタとというか、その元の曲のリスクからその歌詞のつながりみたいなのはなかったってことでいうわけ？あ、特に多分ないですね。ああ、そうなんだ。リスクからのそのあれはリリック的にはつながりはないですね。楽器一員とかもさ、やっぱちょっと今日聞いていきたいなと思うんだけど、これやっぱ楽器弾く人たちもそこら辺は意識しながら今回レコーディングしたの？これどういうところですか？いや、だからその MV の企画の絵を見て、うん、作っていったみたいなところは楽器にもあったのかな？いや、あんまりないですね、僕は。あ、なるほど、はい、じゃあもう内田くんがの先行で内田くんができたものをベースにしてったって感じのあれなのかな？そうですね。あ、うん、質問何個か来てます。あ、じゃあちょっと関君読み上げてもらってもいいかな？あ、まずまず増田美味しいかだって。あ、美味しいっすよ。あ、美味しい、美味しいってよ。うーん、まあまだ最初だけだからね、それは。ビニールハウスの空気はギャルのおならですか？おー、あー、いいね、そう、素晴らしい。あれはでもきっとそう、ギャルのおならっていう認識でいいんだよね、きっとあれは。はい、まあ、あのお尻のオブジェが前に置いてあったと思うんだけど、はい、まあ、なんかこの正直その MV の世界観に正解はないんだよね、これ。はい、まあ、あとギャルのおならって多分ライブに来てない人知らないから、そこも説明してあげようか、長谷川さん。そうだね、あのギャルのおならっていうのが、あの僕たちがやった前回のツアーのファイナル、長谷川さんもツアー回られてどういうキャラ、どういう立ち位置なんですか、長谷川さん。あれ、長谷川さんってツアー何引かれてたんですか？何でツアーしてたんですか？僕は普通にあるツアー、ツアーでツアーでしょ、あれ。ちょっとなんか長谷川さんがちょっとどこにいたのかわかんないんで、僕が説明しますと、え、前回のストラクチャーデッキの、デュエルというね、ツアーの、最後のあのライブでですね、ファイナルのライブでですね、まあダブダブでやらせていただき、ダブダブ X か、ん X だね、追加の方で、ね、ダブダブ X でやらせていただいたんですけども、そちらの方にですね、あのシンポタクトさん、ワルミライフの MV を作った方が、演出で入って、でその時にですね、そのセットに横にあのお尻のオブジェがあったんですよっていうのがあって、まあ、そのライブ自体が最初ギャルのおならっていうテーマでやってたんですけれども、そのオブジェが置いてあるビニールハウスの中にこうみんなが入っていくっていうシーンがバルミーライフの中であるので、そこがつながっていると。でちなみにですね、その、WWX だ、ね、そうだね、のライブはですね、なんとアルバムレンズ、の特典というかあれでね、あのセットの方がありまして、CD と DVD のセットがございまして、まあ、CD の単体の方もございますんですけれども、あのそちら あの2枚組の方を買っていただければですね、そのライブあの見ることができますので、あのあれだよね、お尻のオブジェもちょっと映ってたりするよね、うん、ね、ということでね、そちらであのチェックしていただければなと思います。いい質問が来てます。はい、あのこの間公開したレコーディング あの裏側のドキュメントで、最後のシーンでレオ君が増田さんに打ち込みに勝ったねって言ってました。 あれはどういう意味ですかと。ナイス質問。
そうなんですよ、やっぱなんかちょっとすごい打ち込みに勝ったねとか言ってるといろいろ語弊があるのでここで一応ちゃんと正しておかないと。確かに確かに、俺らがなんかやっぱり楽器至上主義、まあ、楽器至上主義なところあるんだけど、そんな打ち込みを別に大否定してるわけではないので、うん、っていうのもその今回のバルミーライフは打ち込みでドラムを作ってたんですよ、あのデモの、俺が作ったデモの時っていうのがあって、結構なんか俺あんま考えずに打ち込んだりするんで、なんか人間にできないなんかシャッフルとか速さのシャッフルとかをなんか入れちゃうんです。でそれをなんか受動で表現したいねみたいな感じになって、俺がなんかわあれあったらよかったな、金属の板をなんか3つぐらい重ね合わせたチッっていう音が鳴るなんかパーカッションを買ってきて、マイネルで発売されてるターボクラッシャーっていうやつなんですけども、欲しかったら皆さん買ってほしいんですけれども、なんかそれを買ってきて、そのマスタさんが叩いてるビートのハットの裏側のとこにウッチ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 っていう入れてシャッフルを完成させたんですよ。でそれでまあ俺らが打ち込みに勝ったねっていう、なんか打ち込みよりも質感が良かったので、その自分の打ち込みよりも質感が良かったので勝ったねっていうことを言ってました。なるほどね。ちなみにそれはバルミーライフのどこだ、1A の一番のでの前、そうだね、うん、はあはあ、そうだ、うん、そこで結構だから混乱から逃れるところかのちょっと前だよね、うんうん、そこでちょっとハットに耳を澄ませると、そうだ、ね、いっぱい鳴ってるんだよ、そうそうそうっていうのが鳴ってるんで、皆さんぜひ聴いてください。あれ撮った時みんなテンション上がったよね。うん、しかもあれが本当にバルミーの最後だったんで、うん、そうよ、あれを撮って終わったんだよね。そう、なんかそれこそレコーディング終わったかって思ったタイミングで、増田が あれ撮ってないやって言って、そのセクションを思い出して最後の最後に撮ったっていう。うん、なるほどね。ちょっとじゃあ次の質問来てるのでそっちの方にも一度ね、はい、苦しいって、なんか長谷川さん的になんかコメントないんですかそこに対して。苦しいよ。あ、やっぱその正直僕音楽やってないからさ、その打ち込みとかがちょっとよく分かんなかったんだけど、まあとりあえずその新しいことできたってことでいいのかな。まあそういう感じ。そうですね、うん、まあなんかそれはちょっと一回それを聞いた上でもう一回曲を聴いてみて、またちょっと楽しみたいなと思います。はいはい、じゃあこれもう一個バルミーライフかな、これトークボックスを使おうと思った理由とかあるんですかって来てるんですけど、これね僕もこれ結構びっくりしたんで、このサウンドがなんか久々聞いたなと思って、これなんか意図的にこのサウンド感にしたとかってあったんですか。そもそもトークボックスって何なの。ちょっとトークボックスの説明いけますか一番に。ああ僕ですか今ちょっと、はい、長谷川さん僕がしちゃって大丈夫ですか。ああそうです、僕わかんないからさちょっとお願いします。本当ですか、わかりました。トークボックスってだからこの鍵盤からこう弾くと音が出るじゃないですか。うん、でその音をこうホースから出すんですよ。はい、口に加えるんですよそのホースを。はい、そうするとその音を口の中でこう反響するじゃないですか。うん、だから喉から声を出すんじゃなくて、その代わりにホースからは声というか音が出てて、でそれをこう口の中の形でまあその言葉を発音するというか、だからこうやってたらイに聞こえるし、こうやってたらウに聞こえるしっていうので、声は出さずにまあ音に言葉を乗っけていくっていうまあのがトークボックスです。なるほどね。それこれは意図なんかそういうなんか何か狙いがあって入れたのこのフレーそのトークボックスは。うん、レオがそうですね。まあ俺がデモでこう入れたフレーズなんですけど、これもともとなんか俺のボコーダーがあるんですけど、俺ライブとかでよくやってる。あ、はい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 。レオのやつはギターの音をマイクで拾って、そう、シンセの信号にしてこう出してくれるっていうボコーダーのねエフェクターを使ってるんですけど、最初はそいつのなんか使用頻度を増やしたろかなと思って、うんうん、サビの後ろに
まあ、さらになんか強いサビの後ろにさらになんか強いメロディーみたいなのを持ってきたいなと思ってそれを入れたんだけど、なんかあれだ、家になくて、そのあトークボックスがボコーダーが、あボコーダーが、はいはいはい、ボコーダーが家になくて、パソコンでっていうかそのソフトで再現したのよ。はい、したらそれも完全に鍵盤のおーい、マスだ。それ完全に鍵盤のそのボコーダーの音で作っちゃって、でも、はい、だからこれ何もなんか言われなかったら別にまあ自分で撮ってもいいし、もしこれこのサウンドこのまま合うんだったら千葉さんにやってもらおうかなと思って一回打診したら千葉さんが心よく快諾してくれたのでお任せしたって感じですね。なるほどね。じゃあ今回はじゃあこのトークボックス自体は結構新しい試みだったわけだ。はい、なるほどね。なので聞かれてるんだと思います。 なるほどね。一回じゃあちょっと増田くんの方に話行こうか。増田くんどう？増田くん、あ、話しかけないってなんか台本ね、なんですけど、いやちょっとコメントの方で増田さんのツッコミがあったからごめんね。ちょっと一回どう？今そっちなんかすでに苦しそうじゃない？泣きそうなマジか。でもさ、今どう？半分ぐらい？まだ全然俺まだ疲労の勇気まで行ってないと思う。増田さんがきついのやばいね。増田別になんか今日完食入れてないよね。入れてない、普通に昼食って。いやなんかね、なんだろう、塩分が、あ途中でなんか塩を拒否し始める、体が。わかるわ。塩分やめてくださいって言ってるんで。まあじゃあちょっとまた一回スタジオの方に戻します、ね、その麺を一回外に外す戦法は何なの？冷やして一瞬に食いやすくするっていうのと、なるほどね、そうそう、汁を吸いまくんないようにとか、そう、それもある。まあ、とりあえずあれだね、トークボックスに関しては今回ツアーで見れると思うのでちょっと楽しみにしておいてほしいよね。もうだいぶバーチもマスターしつつあるから楽しみにしててくれ。じゃあちょっと次の曲いこうか。次じゃあこれ酸素、この曲についてちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんだ。これさっきその打ち込みに勝ったってとこはこの曲のことだったよね。あごめんなさい、バルミライフでしたね、ごめんなさい。いやまあそうっすよ ね、 ちょっとすみません、なんか分かりにくい喋り方してるし、もしかしてすみません。あ全然、あれこの曲ね、やっぱこすごいファンキーだなって僕思ったんだけど、意外となかったんじゃない、こういう曲。そうですかね。そんなことない。いやいや、まあそうですね、ここまでなんかテンポ感もいいやつもあったので、ここまでしっかりファンクって感じに仕上げたのはなかなかね、そうかもね。これ今日の曲2曲目に持ってくるのもびっくりしちゃって俺これはちょっと言ってちゃうね、これアルバム自体がやっぱすごい興味そそられる順番になったかと。これ順番は誰が考えたの、これアルバムの。あはい、私です。あ関君考えたんだ。はい、この曲2曲目に持ってきたなんか意図とかあったんですか、これ。まあテンション上がるかなと思って。あなるほど、まあ、大事だよねそういうのね、はい、そうですね。この曲なんか今までに話してなかったこととかってありますか、これ。この曲多分アルバムの中で一番長い曲かな、多分5分ぐらいあるんだけど、今多分コメントでも書いてくれてる人いるけど、なんかねこれに関してはレオが出してるデモのまんまなんだよね、尺感っていうのは。うん、だからもうそっから先おのおのがどういうフレージングにするかとかの戦いだったから、結構そのバンド的な方向でみんな気合い入ったかな。構成に頭を使わない分自分のプレイングの方に集中した楽曲だと思う。今流れてるところからのこのすごい違う曲になったかと思ったもん僕これ。本当ですか。うん、ちょっと長谷上さんって普段何聞かれるんですか。僕はね昔も曲出してたのよ。ちょっと一節歌お願いしていいですか。いやちょっとそれはやっぱさ
ちょっとあの音楽とは切らないでもらって、僕今もうそれでやってないからさ。そうする。その同期だとあの吉川くんとか、あの尾崎豊くんとかと同期でやらせてもらってたそこ二人ってそもそも同期なんですか？そう、まあ一二個先輩だったけど、曲出したデビューの時期はほとんど一緒だったね、僕ね。なんて曲だったんですか？タイトルだけでも全然歌わなくていいんで。タイトルちょっと待ってね、今 Apple Music 調べるから。いやでも長谷上さんですよね。え？今坂上さんのやつとか調べてますもしかして。長谷上さんの曲を知りたいんですよ。あ、僕の曲、はい、僕ディスマンって曲だったんだけど、最初に出した曲俺ちゃんと知ってるかもしれないです、それ。あ、本当？それどういう曲っすか？ Are you this man? っていう絵師なんすね。あ、なるほど。え、それってちなみにいつ頃出されてたんですか？あれはカーニとかかな、高校1、2年生ぐらいの時、これ初めて作った曲。デビュー早かったんすね。割とね。あ、まっさく結構食べてるね。ちょっと、あ、いなくなっちゃった。まっさく足を池の中で落としましたね。あれ、ディスメンってなんであれディスメンにされたんでしたっけ？あれは僕がディスメンに似てるからっていうことで、そのちょっと顔見せてもらえますか？ディスメンの顔やってもらってもいいですか？ディスメンわかんない人は調べてもらえれば。あれって世にも奇妙だっけ？あれはディスメンってのはあの夢に誰しもが出てくる男っていう。ちなみにコメント欄にいる人でディスメン夢に出てきたことある人いたりします？あ、怖い話に言っちゃう？いや、ちょっとそれだけ後でちょっと教えてくれればいいです。はい、あ、ごめんなさいね、なんか話のあれをって。あ、全然、もう自由に話してこう今日。あ、長谷上さん何歳？僕22。え、吉川浩司と同期で？あの吉川、あの吉川浩司。え、もういきなり読み方変えたよ。いい開始だ。吉川君とね、同期だったね、僕ね。そうなんですね。黄金期じゃないですか、わかんないです。あー、どうかな。結構、まあでも僕のディスメンは全然跳ねなかったね。あれ全く採用されなかったですよね。そうだな、そうし。なんか岡本さんのパクリみたいなね。それはあんま言わない方がいいじゃん。なんとも言えない空気にします。ええ、ちょっと微妙な空気にしました。長谷上さん。はい。まあそうね。何の話してたっけこれ。はい、あ、酸素の。あ、酸素か。はい。はい、俺なんか、おのおの、なんかここ、聞いてよみたいなとことかってあります？もうないですね。あ、もうない。もう、なんかこう聞いてる、これ、コメントでちょっとこう、突っ込んでくれたら、もうざっくばらんに多分メンバーの方答えてくれると思うんですけど。なんか、長谷上さん気になるとことかあります？これ、最後、なんか、後ろでみんな歌ってる？これ。あ、歌ってますね。なんかすごい声聞こえる。もうなんか結構ちっちゃく声入ってたような気がするんだけど、あれはなんか意図とかあったの？あれ。なんかいるのかいないのかよく分かんなかったね。ディスです。じゃあ僕その聞いた時、あ、遠くの方で歌ってるなっていうのがあったんですけど。なるほど。あれはまあ俺のボーカルレックの日に。はい、撮ったんですけど、みんなで、うん、俺その酸素のボーカルレックの前日、もう本当になんか離陸完成しなすぎて、もうめちゃめちゃなんだ、ヤバ脳状態みたいになってて、でその時にもうこれ最後あのみんなでギャーギャー歌って終わろうっていうのを考えたんです。ここです。はい、ここなんですけれども、なんかそのボーカルレックの日までにはもう誰にも何も言わずに、普通にみんなあのちょっとブース入ってきてって言って、メロディーを教えてみんなで歌ったっていう。お、みんな歌ったんだこれ。そうです。あの、そうなんだね、はい、すごいパーティー感あるもんね、ここすっごい。ありますか？うん、ありがとうございます。
これ順番的には撮ったのは結構後の方に撮ったのこれ。割と後の方ですね。よくご存知ですね。あ、そうなんだ。ちょっと何個か見たい。これはもう結構前からできてた曲だったのこの曲。これはでも最近な方じゃないですか。割と黒いのデモの中で。なるほどね。もうこの曲ベースもかっこいいよね。これスラップっていうの？はい。ベチベチベチ。すごいかっこいいよベース。ベチ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 。ベチ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 はいベチベチですかっこいいなこの曲ねちょっとありがとうございます。難しいなこれね。多分デモ自体は10月とかにあったんじゃない。12月ぐらいか11月12月ぐらい。これそもそもこれアルバムはいつぐらいから作ってたんですか。これ何回も聞かれてやってるかもしれないですけど。まあ何回も聞かれてますね。うん、それは、何回も聞かれてます。ああもうじゃあもう今日は何回も聞かれてることは答えない。長谷上さんちょっとあの中継つないでいただいて。あじゃああの今ペヤング食べてる増田君そっちどういう感じそれ。はい増田です。ペヤングもう待ってる待ってる。あはいはい、すいません増田です。あどうそれもうこっちから見るとほぼないように見えるんだけど。あそうですね。もう結構なんか食べても食べてもわかめが膨らんで一生なくならないみたいな現象ちょっと起きておりまして。あマジそうですね、嘘でしょ、それ、はい、え、増田それさ、お茶碗に取り分けた分も食べたの。いや、女の子よな見えないとこに置かないでください。おい、隠すな、増田、俺ちょっと箱どけてもらっていいっすか。お前、2つも隠してた。でもすごいね。もう消えすごいね。あとちょっとじゃん。今お腹どんな具合なのそれ。あと何割ぐらいいけた。完食すんなっておい。わかんねえ。なんかもう。完食しちゃダメだよ。わかんねえ。塩分で、なんか今喉に入れようとすると、なんか筋肉使わないと飲み込めない状況にはあります。やっぱ大食いって最終的には筋肉なんだ。喉の筋肉で入れ込むことができるかっていう。あ咀嚼力と飲み込む力だよ、ね。そうそうそう。あと気持ちいい。ちょっとじゃあわかめすごいねそれ。黒いのわかめそれ。でも昨日長谷上さんも食べられたんじゃないんですか。いやちょ僕ここまでそのあれ長谷上さん今朝残りの写真あげるって言ってませんでした。あもう完全忘れちゃって普通に食べちゃったね。美味しかった。本当に食べました。食べた食べた。だって、はい、汁全部なくなったんですよ。美味しかった。いや汁はねちょっと残ってた。でもほとんど吸ってたね。あのコニケンさんから増田さんそれ以上食ったら死ぬぞ笑ってラインが来ました。全然ない。グループラインで来てます。まあ気をつけてくださいね。はい。じゃあちょっとアルバムの方に話戻したいと思います。いいね進行。これね酸素これ。いかも酸素の話はなんか全然風がもう本当に長谷上さんのペースで言ってくださいよ、はい、本当にもうじゃあちょっとそういうなんかいいなんかみんなその聞きたいことあったら随時コメント言ってねそれ、うん、僕やっぱ拾いきれないとこもあるかもしれないから。あでも長谷上さん言うからにはちゃんとコメント欄見といてくださいよ。あずっと見てるよ僕あの拾おう後で拾おうってのは今メモしてるからここえらっ素晴らしいね。はい、じゃあ3曲目いきましょう。これ読み方これセルバーでいいのかなこれ。はい、はい、そうです。セルバーこれ意味調べたら森林って意味だったんだけどこれは森林密林です、ね、密林とかそういう意味があったんだけどそれはそういう解釈で合ってるのかなこれ。調べました本当に。あ調べたこれってもらうセルバーってセルバー意味で調べ意味がセルバー意味はい、熱帯タウリン。そうです。アマゾン川流域。まあそういうその熱帯雨林的なニュアンスなのかな、はい。そういう認識で合ってるのかなこれは。はい。なるほど。熱帯タウリン。熱帯タウリンってなんだ。栄養ドリンクの話しますかね。これすごいよねこのサビよく噛まないよねこれ。噛むでしょ実際これたまに。噛むときとかないのこれ。あ本当に噛んでんじゃないですか。あ噛んでるんだこれ。
あのすごいなんかあのサビゲボ出そうになるんですよねこの曲。ああだよねこれもう大変、僕絶対できないもんこれ。なんかギター弾きながらこんな歌ってるとなんかゲボ出そうになるんですよ。そうだよね、もうだってもう僕たちの時代はさもうラップとかなかったからさ、もう本当すごいと思うわこれ。ラップとかやられたことないですか？ないね。もう僕たちの頃はラップとかなかったから。22歳ですよね。あ、もう僕が聞いてなかっただけかもしれない、ね、なんでそんな設定めちゃめちゃなんですか？ちなみに僕26歳なんですよ。あ、先輩だじゃん。これイントロバイバイって歌ってるのって質問が今あったんですけど、ふーバイバイ兵です。ふーバイバイ兵。ふーバイバイ兵です。それはなんか意味とかあるのこれ？ないです。あ、このギターリフ好きっていうコメントがありましたけど、ギター弾いてる方今日いるのこれ？今日なんか想像とかでなんか、あ、そうです。あ、ちょっとギタリストのふりして答えてあげてもらっていいですか？想像とかで。ああ、これね、なんかでもまあでも結構同じフレーズずっと弾いてるよねこのフレーズ。まあリフレインっていうことなんだけど、それかこれ解説動画とか上げてほしいってことなんだけど、これどうしよう、上げよっかな。じゃあ上げてみたらいいじゃないですかね、ギターの方。何の解説動画ですか？これ多分セルバの、うん、あ、セルバのギターリフ解説動画、ギターリフ解説動画上げてほしい。すごい渋い動画っすね。そうだね、多分30秒ぐらいで終わりする。逆に30秒で収められたらすごいと思うけど、30秒で説明しきれんのか。まあじゃあそれは分かんないですけど、うちのギターに一旦聞いてみます。はい、お願いします。あ、スプリングリバーブかけてますか？だってあ、でも音聞いた感じこの曲はそんなだよね。どっちかっていうとかけてない具合のニュアンスの方が正しいんじゃないかな。こっちは。いや、すいません、あの長谷川さん、これ本当はうちでなんかスプリングリバーブかけてる、スプリングリバーブっていうなんかの あるんですよ。はい、ちょっとすいません、うちのちょっとネタでノリがあるんですけど。そうです。いや、ちょっとさ、わかんないよ。長谷川さん、長谷川さん、長谷川さん、ちょっと長谷部くん呼んできてもらっていいですか？あ、僕が呼んでくるん？はい、ちょっとお願いしたいんですけど。ちょっと裏いるから、ちょっとじゃあスタッフちょっと聞いてくるね。大変だなこれ。マスターさん終わってんじゃん。いや、いいよマスター、頑張ったよ、頑張った。やめよ、それ以上はちょっと俺らもかわいそうになってきちゃう。いい絵だね。でもすごいね、結構食ったな。でも本当に食えねえこれ。普通にそれ茶碗一杯でお腹いっぱいになるよ。いや、もうやめとき。見盛りしてるもん。もうやめとき。いや、あのね、無理。いや、すごい食べた方がいい。口に入れてさ、うん、あ、無理だと思って出そうとしたんだけど、さすがにちょっと今、ね。うん。松田さん。まあ、さすがに、え、どうした？松田、それは良くないよ。あ、すいません。本当に。軽いショットガンみたいになってる。食えねえわ。これすげえわ、マジで。たぶん俺、勇気と同じぐらい食ってないと思う。いや、それ以上は食ったんじゃない？ごめんごめん、ちょっと寝てたわ。おー、いい。はい、すいません。ちょっと今、どこまで話した？なんか、長谷上さん、あれは？長谷上さん、なんかちょっと今、トイレ行くっつって。長谷上さんにも出てほしいな。手紙さんに教えたかったんでね、かけてるスプリングリバーブを。あ、かけてるスプリングリバーブ？そうそうそう。かけてるスプリングリバーブ？そうそうそう。それを、その話だったね。長谷さんに教えたかったのよ。なんかちょうどその話になってたから。セルバの話してて、あの、うん、スプリングリバーブかけてますかって質問が来て、はいはいはい。ちょっとうちはネタでそういうのがあるんですって話をして。あ、なるほどね。そう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 。あ、ちょっと今トイレ行っちゃったかな。戻ってきたら。ちょっと向こうでやったらいいじゃん。トイレの前。トイレの前で。あ、坂上さん。あ、坂上さんなの。あれ？坂上。長谷上さん。坂上さん、あれ、
あ、食えねえ、ダメだ。大丈夫です。あの、リバーブのことなんですけど、あの、かけてるスプリングリバーブっていう、あの、あれがあって、そのスプリングリバーブっていう、その、アンプとかについてる、その、バネの振動を利用して、こう、音にこう、空間を乗せるような、残響を乗せる。長谷上さん、あいの手。俺、それ初めて聞いたよ。そうなんですよ。いやだからそれをこうかけてるスプリングリバーブっていうのを結構俺らの中でやって、あ、そうなんだ、嘘でしょそれ。嘘じゃない、嘘ではない。かけてるスプリングリバーブの時と一緒じゃない、なんか。そうそう、ちょっとあ、お腹大丈夫ですか。あ、ちょっときつい、ちょっと俺トイレ行ってくるからごめんね、ちょっと待ってて。あ、はい、全然、はい。どうしようお腹痛いみたい、長谷上さん。あ、そうなんだ。どうしよう、長谷上さん進行してくれてたのにいなくなっちゃったよ、ね、今日だって長谷上さんのあのレンズ大解剖っていうあの、うん、企画に今日お呼ばれしてたから。いや、ゆうきなんか聞いてる、長谷上さんから。いや、俺も全然、その先トイレ行くときにすれ違って、ちょっとごめん抜けるわって言ってた。え、どうしよう、え、呼んでくる。いや、呼んでこないともう止まっちゃうから、ね。うんうん。あ、オッケー、ちょっと呼んでくるわ。うん。増田さんも今いなくなっちゃってるしな。一応じゃあ、あの、話しといてもらって、すぐ、あの、全然、それは。すぐちょっとトイレしても大丈夫なようにしとくって呼んでくる。うん、どういうこと、はい。トイレしても大丈夫なようにしとくっていうのはどういうこと。簡易便所みたいな、長谷上さんの下に敷くみたいな。なるほどね。そういう用意があるんだ。おまるの上で司会させようとしてる。確かに。長谷上さんはバイキングの人でいいの。確かに。後ろすごい、もう思いっきりバイキング。長谷上さんはバイキングの司会をしたくて、うん、こうやって、うん、あの全国津々浦々のズームにバイキングの背景で混じり込んで、うん、あの進めてるっていう。怖えよ。あ、でもいいね。怖えよ。いいね。なんかこう、なんかやりたいですって時は頼めばいいの。そう。あ、でもこうやって司会進行とかしてくれるわけだ。そう、だから坂上さんに憧れてて、いつか本当に、あの、まあ、その代わりでできたらいいなみたいな。なるほどね。そう。でもそれちょっとなんか熱い話だね。うん。なんか、でもそういう熱い話とかもしたいね。いや、本当はね。坂上さんと。確かに。なんか俺らも結構さ、そういう熱いバイブス持ってるバンドじゃない。わかんないけど。俺たちばっかりだけどね。そう。お、え、あ、そうだ。何味それ。さっぱりしそうなやつ。あ、それも美味しかった。大丈夫ですか。あ、ごめんね、ちょっともう。ちょっともう、すぐやばかったらこの場で出せるよ。あ、ありがとう、これ下に便座置いてくれたんだ。ありがとうね。ちょ、大丈夫、これ。誰、ちょっと待って。すみません、ちょっと1兆円で。混ざってる。あ、わかった。じゃあ、とりあえず僕出とくから。うん、大事に。うん。誰来た。あ、すみません、お待たせしました。髪型そんなに。長谷上さん、お腹大丈夫ですか。あ、ちょっと、うん、ごめんね、ちょっとなんか多分昨日食った。長谷上さん、髪型だいぶ変わりました。いや、高岩さんみたいになってるけど。トイレでさ、あ、すごかったよ、もう。どういう感じでした。いや、もう止まんなくて。え、今便座に座ってるんですか。あ、今そう、あのスタッフさんに下に用意しといてもなんかあったらでも大丈夫です。あ、これもずっと無音でいくの。はい。曲の話になったら流してくれる。流してくれる。なるほどね。うん、曲じゃ、今増田君どう、それ、どんな感じなの今。そう、食べてます。増田さん、あ、甘いもの作戦ね。いや、もう無理、普通に甘いもの。あの、もうデザートです。麺入んねえわ、普通に。今日諦めるわ、ちょっと無理だった。マスさん、え、マスさん、黒い誰も食べれなかったね。いや、確かに俺がみんなの代表だったのに。もう長谷上さん葬ってって。いや、無理だ、コメント来てる。これ YouTube なのがもったいないって。 YouTube 以外にどこに出せんのこれ。いや、もう地上波ってことじゃん。地上波に出せねえだろ。
いや、そんなにテレビ腐ってないから。もう普通にバイキング明日にでもってあの、坂上忍って僕の真似してる人がいるんだけどさ。いや、やめなさい、お前、それは違う。やめなさい。勇気、勇気、それは違うよ。はい。いやね、本当いい人、すごいよね、あの人。あの、進めてください、さっさと。はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。はい。夜明け。4曲目。4曲目ですね、これ。漢字ですね、これ。漢字漢字漢字これ。嘘でしょ、これ。今まで。あ、これ、初めてだ。初めてこれ、漢字の曲。そんなことない。漢字の曲は、まあ、もしかしたら。初めて、初めて。初めて、これびっくりして、俺も。初めてなんだ。日本語タイトルは初めて。マジか。そうだよね。なんかすごい。新茶とかもローマ字にしてたから。うん。なんかもうびっくりしちゃって。これなんか日本語の意味とかあった？これ。日本語の意味。なんか日本語になんで特にそういった意味はなんか。ああ。アルファベットのこだわりとかあったの？これ今まで。これは普通にあのデモが夜明けっていうのであげたので。うん。あのもうそこからなんか一回でもメンバーで考えたんだよね。そうだね。そのまあ夜明けはちょっと。安直すぎるんじゃないかっていう話になって、でちょっと一回みんななんかいろんな案を出したんだけど、だいたい黒いってね、あのデモで曲名を変えられないっていうのがあって、もう本当に2時間ぐらい多分なんかズームしたりしてて、で結局なんかまあ夜明けがいいんじゃないっていう風になって、デモについてるその夜明けっていう、なんかそれこそ多分前作のリスクもめちゃくちゃみんなで話し合ったんさ。そう、あー、そうじゃん、ディスクの本当のタイプ、ね、そう、少し変だから、ね、本当は少し変にしようとしてたんだよね。そうなんだ。それはアルファベットで、ね、アルファベットではない、アルファベットで、アルファベットで少し変長くないっすか。確かにね、やりそうじゃん。でも結局やっぱデモの段階でついてたリスクっていうタイトルがやっぱしっくりくるねっつって、そこに落ち着いた。まあだから リリースしてなかったっすけど、もともとこのアルバムにも入ってる進行っていう曲とかはもともとあったので、まあ漢字の曲はあったっちゃあったんですけど、うん、なるほどね。じゃあ リリースは初めてですね。うん、リリースするっていうことに関して、ね、そうだね。今回もこれ進行と夜明けが漢字、キロも漢字か、急に漢字だこれ。はい、すいません。なるほどね。すいません。やっぱなんかそういうのあるの？なんかメジャーデビューだからそういうのは特になく。それは全然ないですね。あ、なるほどね。はい。なんですかそれ。これなんか今コメント来てます、これ聞いてくれてる方から、はい、夜明けの朝4時に聞いてめっちゃテンション上げたことがありますとのことですが、確かにこれ朝聞いたらちょっとテンション上がるよね。はい。サビの歌詞がもう。すごい、その時多分いろんな人の状況があると思うけど、やっぱ、うん、いろんな人にこう当てはまる歌詞というか、うん、描写してもらえる歌詞だよねこれは。そうですね、描写しても歌詞の千斗くんの意図が知りたいですっていう質問が来てるんですけど、いやもうそれは普通に自分の体験談で、普通に朝電車乗ってたら、はい、めちゃめちゃ滝のように汗かいた千斗くんみたいなサラリーマンの方がいらっしゃって、大変だなっていう曲なんです。なるほどね。これなんか千斗くんは関さんっていうコメントがいっぱい来てるけど、これというわけじゃないんだ。これでも夜明けって多分関さんがスキンヘッドになる前に多分、そうそうそう、全然俺サラリーマンしてるときはさすがにスキンヘッドじゃないから。なるほどね。あ、関くん昔髪生えてたんだ。そう、はい。なんかこれ写真とかあんのかな。やめなさいよ。やめなさいよ。もういいんだから、それはもう。何回か上げてるから、大丈夫、大丈夫。皆さん、アラームにしたいですとの声が上がってます。ああ、確かに。いいかも、ね。これで朝起きれたら確かに。うん。ああ、そうですね。でもこれは全く寝てない人の歌ですからね。まあなんか全く寝てない人って結構起こしがちじゃないですか、人のこと。そういう。あ、全く寝てない俺らが夜明けを通してみんな起きてるそうです、そうです、そうです。不思議な解釈ですね。いいですね、素敵ですね。ありがとうございます、はい、なるほどね。アラームを受け取る方はもう聞かされてる側ってことか。うん、
これさ、さっきさ、ギターの長谷部くんがあのトイレ行くときすれ違ったときに言ってたんだけど、うん、なんかギターソロちょっと面白くやってるんで、ちょっとメンバーに聞いてみてくださいって聞いたんだけど、うん、なんかあったのこれ。え、でもそういうのは別に本人に聞くの、うん、本人からちょっと話させたいですね。どうなのこれ。あ、なるほど、パンを右から左に振ってるんだこれ。なるほどね。これ面白い、ね、面白いですよ。うん、なんかそうっすね、せっかくならちょっとまだ出てないエピソード出したいっすね。うん、夜明けなんかありますか。夜明けか夜明けとかはあれじゃない、あのスタジオにちゃんと集まってすごいあれとかやってたんじゃない。そうだね、プロとかやってたんじゃない。確かに前作 EP と割と序盤のにレコーディングしたアルバムの曲はスタジオに集まってプリプロ作ってたね、うん、そうだ、ね、プリプロってごめん僕初めて聞くんだけど、プリプロって何なの。プリプロダクションかな、うん、だよね。プリ、曲を作る前段階、デモとリリース曲の合間ぐらいのやつだ。なるほどね。一回じゃあそこで叩き台を出すわけ、うん、デモよりもより精度を高めたデモみたいな。なるほどね。はい、これあれだ、一番最初にレコーディングしたらしいね、これのこの曲ね。そうです、そうです。いつぐらい撮ってたのこの曲。去年の8月ぐらいに撮ってました。8月あ、てことはこれちょっと何すか、何すか、変なの流れてますよ。長谷上さ ん, 長谷さん、僕ですかそれ。なんかイエーイって言ってます。これ安藤くんですか、隣のスタジオかなこれ。あ、すいません、安藤くん、夜明けのケツのあのみんなで歌うところの動画がありました。いいねいいね。それ今見れるのかなこれ。じゃあ VTR どうぞ。ちょっとでもさ、あれだで、画面共有とかじゃないって見せるんでんだよ。画面共有できます。大丈夫？多分。一回オフにしますか我々。あ、てかなんかアンディの画面が出せればってことだけど。アンディの画面が映っちゃって大丈夫ですかね。え、これ。あ、ちょっと、長谷上さんにちょっと話して投げてもらって。あ、了解です。なんかどうで最近ハマってることとかあります？めっちゃいいな、プロだな。最近ハマってることですか？はい。なんだろうな。あの、デュアルディスプレイにしました。パソコンを。そうなんだ。見えない。そう、あ、まあ、ここにまだね、あの全然つなげてないんだよ。こういう風にあるんですけど。あ、じゃあそれでもう映画とかも。いやでも映画見たかったんですけど、あの HDCP っていうなんか、はい、ご存知ですか長谷上さん。いや僕ちょっと機械とか全然もう恥ずかしいんだけど分かんなくて。なんか HDCP っていうなんかそのネットフリックスとかなんかあのファミリー劇場クラブとかなんかよくわかんない、そういう配信サービスのなんか録画とか録音を守るためになんか HDCP っていうのがついてるのよ、うん、なんかそれをなんか他のそのディスプレイとかつなげるとそれがなんか発動しちゃってその再生できなくなっちゃう。嘘でしょ、そんなことあんの。そうなんですよ、それがなんかこのディスプレイその対応してないみたいでなんか発動しちゃって全然ネットフリックスとか見れなくなっちゃったんですよね。僕らの時代はそういうのなかったからさ。22歳ですよね。はい、でもなかったんだよね。何見てたんですか僕。確かに何して育ったんですか。僕ずっと笑点見てたね。笑点日曜日やってたサザエさんとかちびまる子ちゃんとかばっか見てたから。笑点見てなる感じでもないですよ、ね、今のその感じ。まあまあいろいろあったよ、話す長くなっちゃうからそこら辺は。あ、そうです。なるほどなるほど。なんか増田さんのことについてすごいコメントが来てます。すごいね、増田喋らないでもコメント欄増田しか書いてないよ。マサさんが大変なっちゃった。大丈夫増田くん。大丈夫だ。
今中継してみてるんだけどさ。お、来た。あ、じゃあ VTR じゃあ行きますか。皆さん画面切っていただいてもよろしいでしょうか。はい。あ、いや、まあ、大丈夫でしょ。そんな集中して見るようなもんじゃないので、喋りたからでいいですよ。はい、じゃあ VTR どうぞ。なんか言ってますね。おちっちゃ。ごめんアンディ、悪かった。これあれじゃないこれ。シフトコマンド。シフトコマじゃないこれ。コマンド。あのこれシフトコマンドのイントロですね、今の映像は。あのよく聞いてもらうと、シフトコマンドのイントロでもみんなで今みたいに騒いでる音が入ってて、それをね、そうメンバーだけじゃなくてアンディとか、レベルの社員さんとかにも入ってもらって全員で撮った、うん、で ちなみにでもこれ大声選手権をやってたんですよ。あ、そうだそうだそう、なんであれ大声選手権やってたんだろう。多分あれじゃない、増田か勇気かの声が小さいみたいな話かで、どんぐらい出せんだみたいな話になって、なるほど、で一人一人多分声取ってった。そう、なんかアプリでなんかそのなんだなんていうの、ああいうのヘルツ、ヘルツデシベル、なんていうの、なんか音量を測れる、うん、音量計みたいのがアプリであるんですけど、それでそのみんな何デシベル出せるか、普通に大声勝負みたいなのをやってた動画がねこの前にあるんですけど、それは何流せない、変なこと言ってるの。じゃあせっかくだから、そのシフトコマンドっての曲の時にもう一回掘りましょうか、そこは。わかりました。はい、じゃあ一回夜明けはじゃあ終わりまして、次じゃあ5曲目ピラルク。はい、これピラルクは僕結構動物詳しいんだけど、これお魚さんということでいいのかな、これ。はい、そうでございます。淡水魚なのかなこれ、ピラルク。これ写真ね、これ今僕調べたんでちょっと見せたいと思います。これご存知ない方いるかもしれないから念のためね。そんな手動で見せるんですか。これピラルク、これ映るんだ、映るわかるかなこれ、結構でかいんだけど、なんか幻想的な泳いでるみたい、スタジオ泳いでるみたいな、バイキングのスタジオ泳いでるピラルクってどういうあれなの。これ結構大きいんだねこれ。そうなんですよ、チカ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 、なんか人が映っちゃってる。大きい魚ですね。大人3人で持つ。俺はこの曲、この魚の曲ということで認識はいいのかなこれ。はい、結構認識を確認されるんですよ。認識確認します、ね、認識はいいのかなって。認識でいいのかなんですよ。認識はいいか、人それぞれだもんねそこ。いやいや、認識はいいと思います。なんか曲はどうですか、これいつも寝る前僕これ聞かせてもらってるんだけど、うん、なんかこうまあ結構そういうダウナーっていうのかな、これ落ち着いた曲調だからさ、今まで結構上がり元気な曲が多かったじゃない、アルバム聴いてて、でここでこうしっとりというか、はい、そういう曲になってすごい良かったと思います。ありがとうございます、めっちゃ嬉しいっす。なんか長谷上さんにそういうのいろんな声が出るよね。はい、なんか質問とかあったりして。質問これ今来てるだけ。あ、全然来てるのかな。長谷上さんからの質問でも全然大丈夫。ああ、これ。質問か。これドラム。ピースにこだわったポイントとかあるんですか。なんですか、ワンピース。新生、岩さん。ああ、新生ですか。新生はまあ。なんだろう、多分実はこの曲アルバムの中で1位か2位くらいにシンセの本数多いかもしれない。 そうなんだ、そうなんですね、うん、シンセとかあとはあれなんてさっきレオがよく使ってるなんとかオーディオ、スピットファイアオーディオっていうね、すごいなんかこうリッチなストリングスとかが重なってる音源とかが入ってて、なんかシネマティックというか劇版みたいなのによく使われる、そうそう、
その音源が、なんかもうストリングスでいうと、だからバイオリンがあってビオラがあってチェロがあってみたいのを、うん、もう1個弾いたら全部鳴るみたいな、すごいでかいのがあって、うん、まあなんか曲的にちょっとこう壮大にしたかったから、なんかそういうのをつけたりして、結構なんだろう、そのシネマティックっていうか幻想的な感じを演出するところを頑張ったかもしれないです。なるほどね、確かすごい幻想的だよね、うん、なんかこれ今質問来てて、やっぱり静かな曲だとレコーディングの時の気分とか変わるもんですかっていう質問来て、どうですかこれ。でもいい質問ですねそれ、うん、確かに。まあ静かな曲に限らずだけど、曲ごとにマインドというか気持ちはみんな変わるよね多分。あ、そうなんだ。なんかこれそう、そのなんか話で言うと、なんか最初の方に結構静かな曲撮ってたから、はいはいはい、そう静かな曲撮ってたから、なんかシフコマとかそのバルミーとか割となんかこう元気な曲が逆に生まれたっていうのはあるかもしれない。あれ、なるほど、ね、増田だか勇気だかさ、ちょっとスタジオ暗くして撮ったりしなかったっけ。なんか勇気かな、勇気か、あ、それ僕って言ってる。うん。進行？進行だっけ？進行みたいだね。あれだ、なんか、龍の時も暗くしてやって違った。ファイヤーブレインじゃない？ファイヤーブレインだ。あ、ファイヤーブレイン暗くしてね。めちゃめちゃ懐かしいけど。そう、レコーディングの時にね、やったね、作りのために、その部屋の電気を暗くして撮るみたいなこともやったりしたね。なるほどね。確かにちょっとあれあるよね。影響されるよね。あるある。やっぱスタジオっていうそのなんだろうな、もうはまあ非日常なわけですよ。まだまだ俺らにとっては。そうですよね。やっぱりなんかこう結構機械いっぱいあってとかさ、なんかちょっと仰々しいじゃないやっぱ。うん。なんかそういうところでやっぱちょっと電気とか暗くするとやっぱみんなまあ自然なパフォーマンスができるよねっていうのはあるんじゃないですかね。お、アンディから。夜明けのやつもあったって。あ、夜明けのやつも。じゃあ見ますか、せっかくなので。はい、一回ごめんなさい。じゃあピラルクの話また後で終わらせていただいて。待って、まだ出せないです。あ、じゃあ、はい、じゃあちょっとピラルク、これ今質問来てます。内田さん、なんでこれピラルクどうして好きなんですかってことが聞かれてますけど。ピラルクはですね、あの鳥羽水族館っていうところにちっちゃい頃連れてってもらって、はい、で普通にあの海水魚っていうかね、あの鳥羽水族館のさ、みんな知ってか、あのさ、マナティーかなんかとさ、あの亀のさ、すごい有名なお話あるの分かる？分かんない。浦島太郎？違うそれは有名だわ。違うあの、白イルカと、ベルガ鳥羽水族館ってどこ？鳥羽水族館だった気がするんだけど、あのね、あれ、あの辺、鳥羽ってどこですか、皆さん。鳥羽さん、まあ伏見だから京都じゃないかな。お、早京都なんですか。分かんない。分かんないよね。いや、ちょっと調べてみて。ね、調べるね。そのね、あ、セレナ。ジュゴンとカメのカメ吉っていうののなんかね、絵本が昔あったのよ。へえ。なんかそこの水族館に本当にいる。オリジナルのみたいな。なんかね、本当になんかそういう感動的なお話があったのよ、なんか。そう。っていうのがあって、なんかその絵本を見て、俺ここ行きたいっつって、その鳥羽水族館に連れてってもらったんだけど、まあその2体を、2と 2匹を見て、すごい感動しつつ、なんかまあその後なんか水族館パーって見てたら、なんか淡水魚コーナーってさ、結構小さい魚が多いじゃない。はいはいはい。なんでなんかまあ淡水魚はガーって見てた。あーってなんかチラッと見てたんだけど、パッて見たらめちゃめちゃでかい水槽にクソでかいピラルクっていう魚がいるっていうふうになって、でそれでめっちゃそのピラルク好きになってずっと見てて、で帰りにこんぐらいのでっかいあのピラルクのぬいぐるみをめちゃめちゃおねだりして買ってもらったっていう思い出があって、ずっと好きな魚ですね。なるほどね。今これ川崎の水族館で見れるらしいですね、はい、近くだと。あ、ピラルク？はい、今コメントで。へー。なのでちょっと気になった方ぜひ生でも見ていただきたいですね。東京いなくなっちゃったんですよ、もう。全部。あ、そうなの。そう、あのね、あれサンシャイン水族館に
いたんだけど、なんか気づいたらなんか名前なくなってました。あとこの目覚ましはオレンジで撮りました。ああそうね、これ内田君の私物なんだこの時計。はい、ぶっ壊しました。なんかね、私物っていうか、あのそれ用に買ったんですよ。これこの音じゃない？うん。お、本当だ。そう、これもう本当にピラルクを撮る用にロフトで買ったんですけど、普通に自分で使ってたら朝俺めちゃめちゃ寝相悪いっていうか朝。意識がないんで思いっきりバーンってやってぶっ壊しました。ああ、それは気の毒に。はい。歌詞と曲、これどちらが先にできたんですか、この曲。ああ、これはどっちだろうね。歌詞選考もあるの、内田くんは。いや、あんまないけど、この曲に関してはリリースを前提にして作ってないから、ただ俺がなんか遊びで作ってた曲だったので。これもデモが相当昔からあるからね。そう、結構前になんか俺が適当に作ったやつを、そのなんかその時に出したい曲があったのよ、そのメンバーに。はいはい。それと一緒になんかこうダミーで出す曲がなかったから、まあ俺いろんなところで言ってんだけど、なんかその推し曲と別になんか他の曲を一緒に出して、まあどこに当たってもいいようにみたいなので、こうメンバーにそのデモを共有するんですけど、その時になんかそれに沿わせる曲がなかったかなんかで、その自分がもともとっていうか普通にプライベートで作ってたこのピラルクっていう曲を入れて出した。そしたらなんか意外とそう反応が良かったので、こう音源にすることができました。これメンバー、これ当時出た時からもう結構いい反応だったんだこれ。うん、すごい素敵な曲だなと思って。あ、そうなの。それでもここまで温めてたのかな、それはっていう認識でいいの、これは。はい、大丈夫。はい、そういう認識で。なるほどね。いやでもいいね、このアルバムにこの曲入ってるの僕すごいいいと思います。はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。はい、では6番イチジク。はい、この曲、まあ下情報だとこの曲千葉さんが作られたということで。前情報ですね。はい、まあ、一通り私読ませていただきました。千葉さん作られたということで、ね。うん、そうです。もう本当千葉さんが全部作ったんですか、この曲。あ、全部っていうか、まあそうですね、デモは全部作りました。で、ドラムとベースをマサさんと関さんに打ち直してもらって、パーカッションはレオに入れてもらった感じですね。なるほどね。この曲ドラムかっこいいよね、増田くん。どう、これは よく撮れたんじゃない、これ増田くん。はい。これ今イチジクの話してるんだけど、ドラムどうだったかな、この曲。あ、よかったですね。なんかどう、これ結構スムーズに撮れたの、はい、これレコーディングとか。はい、結構よく撮れました。じゃあちょっとさ、真面目にやってるそれ。信じらんないんだけどさ、僕さ、寝てさ、今みんなさちゃんと話してんじゃん。そうっすよね。ありえないよそれ。もう僕これ信じらんないんだけどさ。長谷上さん同じことしか言わなくなっちゃった。振り幅はないですもんね、頑張って。いや、これはね、振り幅とかじゃなくて、僕さ、それパワハラじゃん。どういうこと寝っ転がってさ、よくないよそれは。ちょっと考えた方がいいんじゃないこれ。僕らの時代はそういうの絶対ダメだったからさ。そうですね、僕らの時代か、だからいつなんだっていうのがあるんで、あんまり年齢とか言わない方がいいですよ。確かにそういうのが全部使えなくなっちゃうから。ちょっともうさすがに長谷上さん、もうやめるタイミングなくしましたよ。もうね、もう僕も別にやめる気ないです。大丈夫ですか、大丈夫ですか。オッケー。薄ポッピだって聞こえるっていう声がありますけど、薄ポッピだっていう認識でいいんですか。もう一回お願いしていいですか。薄ポッピだ。
スポッピだ、スポッピだって。これね、あの関さんとかにすげえ言われて、この間調べたんですよ、これサンプルの元。あ、なんて言ってるか。これスローイットアップって言ってました。あー、へぇ、スポッピだ、スポッピだ、うん。マサさんはずっとスヌープドッグって言ってました、ね、スヌープドッグ、スヌープドッグって言いながらレコーディングした。スローイットアップって聞こえないけど、言われても。あの切って貼ってしてすごい短くしたりしてるから、あ、結局このテンポに合うように完全にエディットしてるんで、ただ結構キュッてやってりましたね。キュッ、かなり詰めたんだと思う。詰めて、で元の声よりすごいピッチを落としてるんだよ多分。あは、なるほどね、うん、なんでイチジクなんですか。これはもう関さんのわがままですよそう、あのね、まあ、多分インタビューとかでもお話ししてるんだけど、前作のストラクチャーデッキにもマーマレードっていうのが入ってて、本当にクソつまんない話なんだけど、俺らジャムセッションの曲をジャムとかけてマーマレードっていうタイトルにしまして、今回デモがねチョコレートで上がってたんだよね。確かそうで、チョコレートっていうデモの名前でバーチ上げてくれたんだけど、ちょっとチョコレートにしてはなんかアタック感ありすぎるなと思って、いい具合にアンニュイなジャムってなんかないかなと思って一軸にした。うん、だからまあ多分今後もね、そういうフルーツの名前とかがリリース前に入ってるのがあったら、あ、これインストだなってなるほどね思うと思う。これ、まあ、この曲ギター入ってないよね。そうっすね、これやその僕あのレオと違ってレオはちょっと鍵盤弾けるけど、逆でやると俺ギター弾けないんで全く、うん、なんでなんかその後でギターで差し替えてもいいかなと思って全部鍵盤で入れてたら、あのギターの長谷部君はあのレコーディングの当日にずっとあのマジで1000回ぐらい同じフレーズ弾いてなんか考えてる雰囲気出してたんですけど、結局そのままなんか入れなくていいよねみたいに、まだ全然成立してるからね、うん、ない時もやっぱり別に、ね、ずっと弾かなきゃいけないってわけじゃないと思うんですね。でも確かあれですよね、長谷部さんも参加されてたっすよね。あー、どうなの長谷部くん、なんか歌ってるらしいね、これ、この曲。これなんか結局入ってんの？入れてんだっけ？入ってます。なんだ？サンキュー。セキですね。セキ、サンキュー。これあのよく聞いてもらったらわかるんだけど、この、まあ、どこに入ってんだっけ？めちゃくちゃうっすらだよね、でも入ってた。キーボソロの後。後半に入ってますね。なんか笑い声とサンキューが入ってた。あ、笑い声だ。そう、ミックスチェックの時に、なんだっけ、勇気もなんか入れるって言って、うん。で、なんか、ね、その場にあるマイクで、さらっと笑い声取って、うん、めっちゃリバーブかけて入れたらおもろかったみたいな話じゃないですか。うん。あれか、ちょっとあの、1分ぐらいフリーで、そうそうだそうだ、演技させて。曲に合わせて。なるほどね。うん。あとそれを後で、まあ、切って貼ったじゃないけど はめてみたんだ。はめてみた、まあそうです、そういうことです、これそれどこの部分なんだ誰言わんの、どこの部分なんだいやもう僕もこれやっぱみんなこれね、せっかくお話出たから判明したいなと思うので、これどこなんだろう、あれだよね、バーってなるとこだよね。そう、バー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 、あそこだ、あのビートレス、ビートレスにあるとこ、うん、まあだから雰囲気変わる場所うんうんうん、ビートレスたけしということですが、あ、やったな今の、やったな俺好きですよ、でも長谷川さん本当にすぐじゃないですか、うん、なんかでもそういう余裕出していってほしいです、うんうん、こっち側としては、してってほしい。あ、なるほどね、なんかあの同じ語彙が続くんで、結構長谷川さんそういう認識でお願いします。ここら辺じゃない、ここら辺じゃない、そうだね、ここここ、あ、入ってる、これ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 、笑い声入ってる、ちょっともうちょい戻せたりするわ、ね、本当にうっすら入ってる、もうこれあれだ、フォーカスをそこに当てると結構聞こえるね、それね、そうです、面白いもんね。
まあじゃあこんなところから、じゃあ次の曲いきたいと思います。はい、次アーフォース。はい、どうですかこの曲。僕これね、実は一番2番目に好きなんですけど、この曲。バルビーの次ですか。はい、結構あの僕の周りの方とかも好きって方が結構多くて、うん、なんかメンバーさん的にもそういう感触あるんですかこれ。どうですかこれアフォース。全部好きですよアルバム。もちろん、マジで。ああ、もちろん好きです。そうだよね、ごめんねこんな変なこと聞いちゃう。なんで急にアフォースだけ今感触聞き出したのかな。みんなこれなんか話してないこととかあるのこの曲。ああ、アフォースで話してないこと。まあでもなんかこれ制作秘話はおもろいのがあるんですけど、それなんかどっかで見れると思うんで。そうだね、うん、制作秘話はおもろいんですよ、うん、だからまあ気になる人はインタビューいろいろあると思うんで、クロエの方のインタビューいろいろチェックしてみてください。てかみんなってインタビューとか読んでるのかな。どうなんですかこれ、ちょっと聞きたいよ今。じゃあ見てくれてる人はこれインタビューってこれ読んでるのかってことをボーカルの内田レオさんが質問ありましたけど、これ答えていただいてもいいですか皆さん。結構ね、クロイインタビューとかよく やってるんですよ実はね。そういうのってみんなチェックしてくれてるのかな。そう、なんかチェックしてくれてないんだったら俺らがもっと言わないとなと思って。そうだね、そうこの曲ありますよ。あのシフトコマンドとアフォースはあのドラムをあれでやってるんで、あの名前ど忘れしちゃった、なんだっけ音でかくなったら音鳴るやつ、なんだっけ音でかくなったら音鳴るやつ、あのちっちゃい音は鳴んないやつ。 あノイズゲート、ノイズゲート、そうゲートって言って、はい、だからそのドラムの、まあ、こう波形があったらこんくらいでかくなった時だけ鳴るよみたいなのがあるから、うん、あのなんていうの、そのパツッと切れるドラムがサンプルみたいに打ち込んだみたいな、アタックだけがこう、アタックだけとは言わないけど、こうアタックのいいところが、だから割となんか 80s のなんか結構さ、俺思うんだけどさ、クロイってめちゃめちゃ 80s って言われない。あ、うん、言われる、あるあるある、あれ何なんだろうね、やっぱそういうとこなのかな、なんかエッセンス的にあれなのかな。多分普通にファンクのドラムをやっぱりこの現代風にサウンドメイクしていくと割と 80s っていうか、まあなんかそのミネアポリス的なサウンドになっていくの、うんうん、これ僕一個質問いいですかこれ。はい、これあのダンスオールナイって言ってるこれもさっき言ってたトークボックスでやってるの、これなんか似たような感じがしたけど。あ、これはトークボックスじゃないです。あ、そうなんだ。でもボコーダーは入れてるの。それこそあの俺のギターのボコーダーが入ってます、ね、あのじゃあここでさっき言ってたボコーダーが出てくるわけで、皆さんこれじゃあこれ今日確認してみてきてください。これ調子がいい日はライブで聴けるかもしれない。なるほど、これ結構皆さんインタビュー読んでくれてるみたいですね。これこれインタビューとかメンバーにも言ってないけど、ダンスオールナイトのところレオのボーカルを2オクターブ低くしたやつを入れてる、ずっと。あ、俺それは後処理でってことか。後処理で。あ、そうなんだ。そう、パンチが出、あんまりなんかいまいちこうグッと来なくて、そこのセクションが。そういう時でなんか結構そういう処理をしたら結構なんか迫力出たりするから。低いダンスオールナイトがずっと入ってる。いや、そうよね。読む前と読んだ後に聞き比べするの好きって言ってくれてるけど、本当に結構インタビューとかで、まあ、こういう制作秘話とかしてるから、それ聞くと、あ、そういうことしてたんだみたいなのあると思う。まあ、多分今日のこのトークアバウトでもそうだけど、うん、もう本当にやっぱね、こういうなんかこう長谷上さんみたいな人じゃなくて、ちゃんとしたインタビュアーの人とかだとやっぱ、まあ、その人のやっぱ個性がありつつすごいいい記事に出来上がってるんで、なんかそういうのをね、うん、みんなになんかもっと見てほしいな。インタビューの記事、その自分たちのがっていうよりかは普通に面白いよね、いろんな人の読むの。そうそう、結構なんかなんだろう、逆になんか人を通してるから、なんか俺らの意図とまたちょっと変わってなんか伝わってたりするところもあるんだよ。なんかもうそれもでもなんかまたおもろいなと思うん、なるほどな。これ今回英詩ですね、この曲。
そうです。これはボーカルの方が、これ作詞内田レオさんってなってますけど、はい、英語喋れるんですか内田？ボーカルの方です。英語は喋れないです。あ、そう。でこれ英語詞、これはもう最初から英詞だったのこの曲？なんかもうあの最初にそのなんかスタジオでその制作秘話をちょっと話すと、スタジオで作ったんですよ。あのもう普通にセッションで、はい、なんか俺がコード引き出して、なんかこういうメロディーいいんだとかって言ってそのスタジオで作ったんですけど、もうその時からちょっとなんかなんだろう、まあ内田語ではあったんですけど、割とその AC が割と固まってたというか、サビとかはね結構固まってたんで、もうその流れで、なるほどね、手は書きましたね。なんか松田さん大丈夫？はい大丈夫です。なんか松田は今チャット担当やってくれてるから。あ、そうなんだ。はい。まあでもなんか話せそうだったら全然入ってきてもらっていいので。あ、ありがとうございます。松田さんコメント拾ってよじゃあ。あ、わかりました。お腹大丈夫？あ、そうだね。松田コメント拾って言ってって。うん。なんか、なんだ。苦しい。今までで一番きつい。いや、全然まだ、ほんと苦しい時があった。あと、やっぱみんなに聞きたいんだけど、あの、増田さんがだんだんガタイ良くなってってるのはかっこいい。確かに、それ気になって。うん。まあ別に、そこに翻弄されるような男ではないけどさ、増田さんは。念のためね。そう、念のため。いや、でも俺ちょっと悩みがあって。うん。最近階段登ったりするときに体が前より重くなってさ、疲れてるんだよね。あ、そんな感じる、やっぱ感じるよね。やっぱちょっと筋肉のつき具合が追いついてないんじゃない？なんかそう、最近マジで本当に。え、ちゃんと引き続き筋トレをしてんの？それが2週間ぐらい筋トレちょっとやってなくて、そしたら3キロ増えたね。いや、俺も86キロあったとこから3ヶ月ぐらいで20キロ痩せたときに、これめちゃめちゃやっぱね、体育のその時体育の時間あったの、高1ぐらいの時だったんだけど、体育の時間の時になんか走ったらめちゃめちゃ体軽くて、うん、いやだからやっぱかなりそのなんだろう、太るとやっぱ体重くなるっていうのはあるよ。あるあるある、うん、しゃがんだりした時にいちいち腹が痛まだったとか。なるほどね。あ、須田さんでも結構皆さんかっこいいって意見があるので引き続き頑張ってください。うわ頑張ってるんだ、マスダさん。内田さん元デブだったんですね、今の話聞いてて。そうですよ。まあそれもなんかいろんなのあるんじゃないですか。もうないのか、逆に。僕はこれ今初めて聞いたんですけど。これなんかさ、ウィキペディアとかみんな作ってくんないのかね。あれなんかね、書き出してほしいよね、どんどん。確かに。まあ一応俺らのウィキペディアはあるっぽいんで、なんか、ね、あることないこと書いてる。あるあるある。全然ね、本当にあることないこと書いてほしいね。増田秀人も大食い担当みたいな。うんうん。あのちょっと俺それで言うとさ、一回大食い引退したらダメですかね。一回俺の健康も気遣ってほしい。いやもちろんもちろん、別にそんな全然無理はしないでほしい。俺はやるときはもちろんやるんで。絶対に大食いをやれって言ってるわけじゃないですよ。一回じゃあもうしばらく休止する大食い。一回大食い禁止しようか。求められたときはやるよ。でもそれだと今までと変わんないじゃん。でもさ、今日に関してはさ、昨日ちょっと割とあの長谷部くんのことを煽りすぎちゃったみたいなのあるよね。それある。で俺これだから本当申し訳ない気持ちいっぱいだよ。勇気いないから今度ちゃんと謝っとくって。なんかやっぱ結構皆さんレオくんのことにびっくりしてる方多いですね。あ、そうだね。はい、レオ昔すごい太ってたんだよ。てか俺はてかむしろデブ歴の方が長いんじゃないか。ちっちゃい時からずっとなんだよね。ちっちゃい時はめちゃめちゃガリガリで、あの大福と、そうなんだ、あの芋とあったかいお茶しかの口にできなかったからめちゃめちゃ痩せてたんだけど、なんかあのお受験した時になんかミスドのラーメンにはまっちゃって、そっからめちゃめちゃ太って、そうだから中学の時一番重くて86キロありました。わ、すげえ、みんな優しいよ。増田の引退に対してめちゃくちゃいいよいいよって言ってる。すごい。基本的にイエスマンなんだよね、本当に。昨日勇気が出ない時でも、いいよいいよとか言ってさ、励ましてほしかった。やれるって。そっちだよ、めんどくせえな。クロイちゃん、健康診断を受けよって言われ
いや、怖え。んだお意外と健康なんじゃないですか、皆さん。顔色も。そういう機会ないですよ。いいですし。いや、健康じゃないでしょう。健康じゃないんじゃないですか、長谷上さん。いや、どうなのだって、みんな。元気そうじゃない、松田君以外、今は。なんか、どこにあるの、最近、なんか、体の悩み。なんか、体の不調ある、みんな。普通に。はい。タバコいっぱい吸った日にちょっとなんか寝つき悪いかなって思うけど、なんかギターの人が最近お腹痛いみたいですね。ギターの人さ、なんでさ、あのお腹痛いとか言ってあんな大食いとかするんだろう。バカだよね。バカ。言ってやってください本当。ギターの人今ずっとトイレこもってるんですか。なんかいや今たまにタバコ吸いに来たりしてるけど、もう来ないみたいな。あ、そう。まあでも呼んだら来るって言ってるね。まあ呼ばないんですけどね。まあアフォースはこんなとこですか。そうですね。じゃあ次の曲いきたいと思います。はい、8曲目進行。やっと8曲目。はい、この曲ね、まあ、ライブでは結構おなじみだったと思うんですけど、今回アルバムに入ってるということで喜んでる方も多いんじゃないでしょうか。はい、これ最初これ何、レストランこの音。そうです。うん、そうなん。これ撮る、実際に撮りに行ったのこれ。これはあのサンプルです。あ、そうなんだ。確か世界観あるね、これの曲ね、すごい。はい。最初なんて言っていい？これ歌詞の、今回これ作詞も関さんって書いてあるけど、2人で書くたの初めてじゃないですか、これ今まで。書くたの。書くたの、ノブアキのことですか。格闘家ですか。そう、そう、好楽のね。好楽、これ、好楽。いいんですよ。そう。でこれ今回2人で作詞されたんですか今回。そうです。なんかまあ今回もともとライブでこの曲はやってたんですけれども、まあ、はい、アルバムに入れるってなった時にやっぱりまあ癖が出てしまいまして、アレンジしてしまいました、めちゃめちゃ。なるほど。大変申し訳ございませんでした。お、いや全然謝んなくて、この曲もかっこいい。どうなんですかこれ、皆さん聞いてくださってる方。なんかそのなんかライブ印象とまた違うじゃないですか。そうですね。そう、なんかそれがちゃんと受け入れられてんのか不安ですね、やっぱり。でも今これ今までで一番反応ありましたね。あ、本当ですか。感じやっぱみんな進行をついてくれてるんだね。ね、うわ、すごい、ほんとだ。あ、このフィルいいですよね。かっこいい。え、2回しかフィル入ってないじゃんけ。そう、2回だけ。それマジ男だよね。2個のフィルに命をかけてる。なんか皆さんこれ聞いてる方、これ忘れてるかもしれないですけど、何か質問とかあれば全然言ってもらって構いませんので。忘れてないんじゃないですか。あ、ない、もしかして。ラップある方もどっちも好きということで、励ましの言葉もいただいて。励ましの言葉。励ましの言葉。これは本心じゃない普通に。なんだ励ましの言葉。気使ったコメントではない気がする。泣いちゃいました、リアル。結構嬉しいコメント来てます。夜明けとか夜の歌が多いですねという意見いただいてますが、どうですかこれ。夜の歌多いですか今回。でもまあ夜明けに関してはもう夜っていうか、まあ朝の曲、どっちかといえば朝の曲の方が多いかな。昨日も朝帰りの曲なので。配信あ、皆さん結構タリラタリラで踊っちゃうらしいですね。皆さんタリラ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 全然人間ドック行ってみたいっていうコメント来てるけど、わかる。バリウム飲んでみたい。人間ドックって 3,4 万すんだね。バリウム飲みたいよね。どっちなんだあれって炭酸なんでしょ。なんかね、マジでわかんないよ。下剤すごいうんち出るみたいな、ね、え、逆じゃない、固まったんじゃない。炭酸カリウムだよね。バリウムなん
なんだっけバリウムってバリウムってなんだ。あんまり知識ないのに喋るんだよ本当にやめてほしい。どうしたの渋沢。あ、渋沢栄一さんが来てる。コメント欄に。本当だ。あれ次の1万円札だっけ。あ、1万円になるよ。そうだよね。バイトはすごいよな。3、4万もするんだ。そうですね。東京商工会議所、ね。あ、進行聞いてたら母が気持ちよくて気持ち悪いの最高だねって言ってましたということですが、これはいい言葉ですね。気持ちよくて気持ち悪いって、はい、嬉しいですね、これ。嬉しいです。ありがとうございます。歯並みだけが悪いって歌詞すご。すご。すご。すごですね。すこじゃないですね。いや、本当に唯一間違えないでください、メンバーの方。僕は全員読めてる。わかり、あの、それもう全然意味変わってくるんで。歯並びだけ悪いって歌詞いいよ。いいよ、ね、もうすげえ好き。いや、ありがとうございます。あれ、俺のこと歌ってくれてるんでしょ。ちょっと見せてよ。あー、いいね。いいね。うん。マスタクは歯並びって以外も悪いから。何なんですか。あ、聞こえてなかったらいいです。なんか進行ありますか、これ、他に。この曲に関しては、まあ、音数をめちゃくちゃ減らした分、各パートの音色にめちゃくちゃこだわったっていうのと、はい、まあ、ミックスにおいてはね、音量だよね。うん、うん、いや結構なんかマジで楽器全員これ一番サウンドかっけんじゃねえかなと思うぐらい。めちゃくちゃ思う。いいよね、このやっぱね、ローズが髪いいのよ。そう、めちゃくちゃいい。そう、ローズっていうあのエレピがあるんですけど、このセーベーって言ってるやつ、ね、これの音が最高なんですよ。あの我々がよく使ってるスタジオにね、あの置いてある、うん、エレピなんですけど、うん、映ってない映ってない。ああそれそれ、ローズピアノって調べたんですか。はい、スタジオに置いてあるのはスーツケースか。どっちだっけ、うん、スーツケースかな。あのスピーカーが前についてる、うん、あのスピーカーで出したんだっけ、あれ、これって。ね、ミックスどっち作ったんだっけかな、これ。多分でもスピーカーで出したやつ。あのね、あのスピーカーめっちゃいいんだよね。うん。やっぱ。これですか。あ、そういうやつです、そういうやつ。そう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 。なるほどね。そう、機材のお話も聞けていきたいなと思います。嬉しいですね。聞けていきたいと思います。しんどいよ。聞きたいと思います。なんか機材の話とかあるんですか、なんか質問とか。もう皆さんでもやっぱあれだよ、ミックスで鍵盤音でかくしたのもあって、結構みんなエレピ付き、エレピ付きっていうコメントして、そうだね、うん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 。あとはまあこれもあれだよね、ギターのゆうきくん近寄ってくるミックスしてるよね。ああ、そうだそうだ。あ、この後に来るみたいですね。あ、もう終わったか。終わったか。終わってます。終わってます。2番の A メロのとこで、あの多分ね、ライブのね、結構アレンジでね、みんなが好きなとこが多分あの、ちょっとだけ笑っての後のビャービャーつくビャービャーのところに、ああそうだ、ね。そう、ちょうど入ってんのよ。そのフレーズが結構キラーフレーズだったので、なんかミックスでなんか面白くして、そこ流してもらおうか。うん。テト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 テっていうとこ流せます。その後です。はい、ここですね。なんか近くに来てますね、これは。あのギターの長谷部っていう人がいるんですけど、その人がこう弾きながらスーッて近寄ってくるイメージでミックスしてるんです。怖いですね。
通やんないです、こういうの。あの、おかしいので。普通はね。普通はおかしいことなのでやんないです。長谷部くんが横に移動するのは何の曲ですか？長谷部が横に移動するのは、なんだっけ、夜明け。夜明け。夜明けですね。夜明けのギターソロは、最初一番右にいるんだけど、終わる頃に一番左にいるから、ちょっとヘッドホンとかで聞いてみてみると面白いかも。ムジカの取材の時にアリズムさんにあの夜明けをイメージしてるのかと思いましたって言われたけど全くそういう意図はないっていうでもさちょっと今後はそう言ってこうぜそうだよ、ね、そっちの方がかっこいいもんね日が昇って降りるみたいなねそう確かに辻褄は合ってんだよ ねものすごい笑ってたからねただ面白いだけだとだからもしかしたらライブの時もね勇気端から端歩くかもめちゃめちゃ広いステージじゃないと無理だねアリーナくらいじゃないと思う頑張るそうですはいじゃあね進行じゃああコメント来てます関さん、はい、かっこよくねということでなんでそこピックアップしたんだよそれピックアップしねえだろこの流れで何なんそれ多分ベースもかっこいいですよ関さんはい、はい、じゃあ次の曲いきたいと思いますはい9曲目ニューデイはい、あ松田君どうしました何かありますか松田さん今ブラックモンブランはうまいマジでうまいっていうコメントしてます何度もすいませんちょっと進行に戻るけどちょっとだけ笑っての後のユニゾンでの8分9分が音源版で消えてるのは何でですかあもう飽きたからです音源でやるのはすいませんでしたすごいそのアレンジを変えたことに対するなんか申し訳なさ申し訳なさがすごいねあでもライブはまだあのアレンジは多分やると思うので、うん、あの皆さん全、ね、あのライブに来てくださいあなんか本当どっちも愛してほしいね、うん、ライブアレンジも音源アレンジもあのアレンジ変えてしまって申し訳ございません申し訳ございませんすいませんでした本当すいませんでしたあのライブで音源ぐらい上手な演奏しようと思いますので、はい、よろしくお願いします頑張りますはい、はいはい、じゃあね気持ち切り替えてニューデイの方にもね今行ってみたいと思いますこの曲もいいよねやっぱ本当外国の人歌ってるみたいだもんねこれも曲うっしーコメントだな俺でもみんなそう思うよねやっぱり俺はあのレオがずっとレコーディングの時歌いにくい歌いにくいって言ってたんだけどそうそういうエピソードだ。フォア作りが結構作るのが難しい楽曲でしたね。うん、なんかもうちょい俺ね、なんか俺の多分歌い方が上手にいけば、もっとね、アンニュイな曲になってた気がするんだよね、この曲。そう。なんかもうちょいミックスも抑えめにしてもらってみたいな、俺の声が落ち着いてればね。うんそっちに行こうあーでもかもねかもねそうそうそうなんだけどやっぱ声的になんかね結構やっぱちょっとはっきりしちゃうところがあったんでまあそこはもうあの千葉さんに合わせてもらって、うん、まあでも最終的にねアルバムを見た時にこの曲がねもうちょっとね下がってる曲だったらもう恐ろしいことになってたんじゃないかなあー本当そうだってすごい暗いアルバムになっちゃいそうじゃないここ確かにね落ちたらうんそうなんでまあ結果的にすごい良くなりましたうん良かったですこれキックとかいいよねめちゃめちゃ音いやめっちゃいいこれめっちゃいい、うん、ここのセクションとか特にキックめっちゃいいいやそうこのなんか殴りタッチされたようなこのすごいタフなそうタムの音もいいよねこれね確かだけどねこの曲のキックはレイヤーしてるサンプルを後であれニューデイだっけマイクの本数めっちゃ減らしたのってあ、そう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 エアー重視でやったんだよねないねこれニューデイだけマイクドラムに立ったキットマイクをすごい少なくしてだいたいいつも 12,3 本使ってんだけど最終的にこれ多分5本ぐらいしか使ってないそうドラムのレコーディングってその各太鼓とかシンバルに1本ずつこうマイクを配置するんだけどこの曲に関してはめちゃくちゃ減らして、うん、もうなんか 大雑把に1箇所であの全体の音を取るみたいな感じのレコーディングの仕方なるほどねだからなんか割とオーバーのマイクって大体これこういうあ、ね、めっちゃいいじゃん参考がもうここにちょうど見えないけど、うん、ここにドラムのオーバーのマイクっつってそのシンバルとか、まあ、全体ドラム全体を取るマイクを
大体コンデンサーマイクでここに置いてるんだけど、LR で置いてるんだけど、あの1個ね、もう増田さんのなんかこの辺だよね。うん。かなんかに置いたりすると、結構やっぱ重心が低くなるというか、なんかシンバル主体じゃないっていうか、だからあんまキラキラしてこない感じになるのかな。割と稲たいサウンドが取りやすい風になって、そこがめちゃくちゃドラム出てますね。独特のルーム感みたいのはあるよね、やっぱこの曲は。うん。うん、あ、テテルスプリングリバーブ。あ、この曲スプリングリバーブかけてるらしいです。なるほど。みんな驚くなかった。増田さんってさ。増田さんってさ、どの笑い方が本当に面白いと。確かに確かに、それめっちゃ気になる。それ嘘じゃない、嘘だって今嘘でできちゃってるもん。そこ面白い。本当に面白いのは俺やっぱ裏声みたいな。あのタイガーマスクの動画とか。それいや、そうだよね、タイガーマスクの動画とか見てるときマジで笑ってたもんね。それは本当に面白い。全く最近一番笑った出来事ってあった？あ、いいね、そういうのやっぱやっていきたい。え、なんだろう、ないかな。あ、もうだからあの一番最近こう笑ったなと思い出せるエピソードとかなんかない？うん、そうっすね。まあでも最近やっぱタイガーマスクのとこがいつも俺は、まあ、笑ったかもしれない。じゃあそれはちょっと後で皆さんに教えてあげてください。リンクじゃあ貼ってもらってね。内田さんって稲田ってよく使うイメージです。そうです。てかもうクロイがみんな使うよね。そう。俺ら稲田大好きだから。稲田はちょっとググってください。もしわかんない人がいたら。一応稲田って音楽用語なんだよね。そうだと思います。でももう基本的に日常的に使いますね。俺らそうだよね。なんか渋いものとか。そう。だからさ、意外とだから音楽やってない人の前とかで使っちゃってさ、なんか全然通じないっていう。ある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 。そう。あの、だからもう共通認識にしていきたいですね、やっぱり。ガンガン使ってって。うん、皆さんもじゃあ、稲田これ使っていってください。っていうことはさ、はい、あの流行語大賞とか狙えるよね、ワンちゃん。稲田で。そう。だってこの業界だけのあれじゃん。それで撮ったらかっこいいね。確かに。じゃあ。よね、曲作ろうか、稲田。ああ、いい ね。はい、すいません。なんか洗練されてないっていう意味だったようですね、稲田。まあ、なんか割とそうね、武骨なとか、それこそ本当に昔の、まだそのレコーディング技術とかが発達してない時期のサウンド感とか、そういうニュアンス。うん、荒削りか。そういうのがまあ割と稲田みたいな。まあ、あのまあそれはあの肯定的な意味で使うのよ結構。そうですね。確かに基本褒め言葉みたいなイメージありますね、皆さん使われてる時。そうだからね、結構クロイの褒め言葉としてに、ね、稲田っていうのは結構一番正解感ある。うん、じゃあ次の曲いきますか。じゃあこれ。あ、だぜ。はい。並べます。いきます。どう？はい、じゃあ次の曲、シフトコマンド。まあ、この曲、先行リリースでね、一番最初に出てました。皆さん結構いろんな聞いてくれた方多いと思います。MV も出てますね。どうですか、皆さん、これ。これ、あ、これいい、そうだ。ちょっと、安藤くん。優作。はい。また2じゃん、それ。あの、シフトコマンドになったので、さっきの動画とか行けますか？すぐ流すんだ。そんな急がなくてもいいじゃん。なんでそんな入ったことに流そうと。V フリ早くないですか？長谷川さん、ちょっと V フリ早くないですか？あ、じゃあちょっとあの、もう一回、準備できたらじゃあカンペ出してもらって。いや、長谷川さんさ、その、いやいや、準備はできてますけど。長谷川さん、下でカチャカチャやってんのって何書いてんの、それ。ちなみと。あれあ、違う、あなたじゃないです。いや、もうあの消しちゃったんですけど、なんか書いたり消したり。あの、次聞くこととか。あ、考えてたんだ。めちゃくちゃ真面目だ。いや、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、あの、流れで、こう、なんか小鳥話してから動画がいいんじゃないかなって。あの、まあまあまあ、そういう意見もあるけど、まあ、僕は最初に流したいなと思います。頑固なんですよね、そこが。まあ、やっぱ一回も消化しておきたいなって。
まあ今もう皆さん聞いていただけましたと思うんで、最初このウェーって声が入ってましたね。そんな声入ってました。ウェーって。この曲でも僕、あの、さっき長谷部君トイレとすれ違うとき。トイレとすれ違う。トイレって呼ばれてるんです。トイレトイレって呼ばれてるんです。長谷部君トイレとすれ違う。うちのメンバートイレとか言う。あの、すれ違ったときに言ってたんですけど、あの、なんか千葉くんがいきなりこれ言い出してやることになったって言ったんですけど、これはそうです、俺が言い出しっぺ、千葉くんの意見なんですか、これ、うん、完全に俺が言い出しっぺです。これはなんでこれやろうってなったんですか。なんかあのゲーそのさっき言ったプリプロって言って本ちゃんのレコーディングに入る前の曲を作るときに、はい、ミックスと同じで僕がだいたいみんなからのデータをこう取りまとめて、はい、あの様子をこう伺うというか、まあ、どんな曲になるのかなっていうのを僕は僕なりにイメージしてるんですけど、結構イントロ聞いてたらなんか完成あったらなんかおもろいのかなと思って、うん、まああとそのこのアルバムの中で一番最初に出すシングル曲の一番最初のパートだった、幕開けだよみたいな。なるほどね、パーンみたいな。じゃあちょっとそれをレコーディングしてる時の VTR があるそうなので、ちょっとそちら見ていきたいと思います。じゃあ VTR お願いします。はい、せーの、イエーイ。いいですね。大声選手権も見ますか。あ、やってる。あ、レオがね、長く伸ばせない。まあこういう風にそのアプリであの声量を測れるっていうか、まあ騒音を測れるアプリがあるんですよ。それに向かって。でっけえ。いや、やっぱレオが圧勝よね。でっけえ。ちょっとでもみんなの叫び声も聞きたいね。じゃあ頭からじゃあお願いします。でっけえ。これ小西さんです。小西さん来た来た。でっけえ。増田さんが仕切ってます。でかそうでかそう。まあ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 、かもなく不可もなく、はいはいはい、アンド アンディの先、あ、頭から流しちゃっていいんじゃないですかこれ、はい、いやこれも一人ずつこう叫び声、でかいね、結構でかいね。俺めちゃくちゃちっちゃかったよな。多分関さんか結城か誰かが一番近かったみたいな。107.5 結構すげーぞ。だーでかっ。あ、淡々としてんな、すげえ。皆さん、あのレコーディングの風景とか、あのこの前出てましたけど、こんな感じですか。あ、でかい。でも関さん多分俺上向いちゃったかもしれない。そうね、構成みたいな。そうなのよ。あのこの間のバルビーのやつをね、見ていただいた人はね、あ、すごいこいつらめっちゃ真面目にやってんだなって思ったと思うんだけど、いや、そう、あの半分以上はこんな感じ。これ多分エンジニアさん待たしてやってから、ね、そう。増田さんは切れてますね。あ、増田さんは最初にやったんで、多分そうだね、そこ動画回ってないんだ。そう、これたまたま撮れたやつだから。あ、ごめんなさい、ちょっとやめなさい、やめなさい。これは俺が優勝しました、一応。うん、いやでもね、やっぱレオはめちゃくちゃ声でかい。ちょっとこれ僕もやりたいな、これ。これ機械やったらやらせてよ、これ。あ、ちょっとぜひ今 ぜひやっていいっすよ、ぜひ。え、やっていい？これ怒られるんで、ちょっと。一応この今バイキングのスタジオで撮ってるんだけど、じゃあ防音だから。防音じゃん。防音なんですか。ちょっとじゃあ、あの押さえてやってごらんなさいよ。押さえても大きく聞こえるぐらいで。リミッターがかかりましたね。でかすぎて消えました。
やっぱり、いや、私、司会業としたことが声を飛ばしてしまいました。あ、やばいって言ったね。やばい、声が。すが、すが、あちょっと素が出ましたね。あはい、ということで。ドラえもん見たくなってドラえもんみたいになってるね、なんか。はい、じゃあ、シフトコマンド、こちら。めっちゃ、めっちゃかっこいい。シフトコマンド、じゃあ、これ。いや、アンド君、お願いします。いや、マジで声飛んでっちゃう。はい、これ、シフトコマンド、これ。道具結構出たのも結構前ですけど前ですね。そうですね、僕は北通り結構いろんなインタビューで話したと思うんですけど、そうなんかうめちゃめちゃ多分シフトコマンドに関しては話してる。いや、もうないか、なんかあんのかな、なんかあんのかな。うん、まあ、ベースが2本っていうのはあんまり喋ってないかもしれない。これサブベース入ってるから。うん、サブベースサブベースって何？シャカです。サブベースって何なの？今回この、多分インタビューとか読んでくれた人は分かるかもしれないけど、シンベっていう楽器があって、鍵盤でベースを弾くっていうのがあるんだけど、はいはいはい、これを、生のベースであえてやるっていう試みに取り組んでいて、で俺がその生で弾いたベースをエフェクターっていう足元に置く機械で音色を変化させて、そのシンベっぽい音にして弾いてるんだけど、それだけだとどうしてもその低音感とかのリッチさがなくなるっていうんで、そのバーチが後でそのサブベースっていうもっと下の、うん、厚みを出す低音を付け足して入れてるっていう。なるほどな。トラップとか今時のヒップホップとかに入れるようなベースを結構ね、耳では分かんないんだけど、実はすごい効果的にこう、うん、曲を厚くしてくれる要素だったりする、ね、イントロとかすげえよく聞こえると思うよ、わーって言ってる時すごいよく聞くと、すごい下の方の音が鳴ってるっていう、はい、うん、アナにこのベース聴いてるよね、この曲、うん、あと結構多分なんか言われ巷で言われてんのは、あの「ねるねるねるね」って言ってますかって。ああそうだね、よく聞かれるんですけど、あの言ってます、うん、意図的に言ってます。ねる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 、内田君ねるねるねるなんかゆかりとかあるの？これあると思います。あ、僕が聴いてる好きなの？ねるねるねる。ねるねるねるねはでもみんな好きじゃないですか。まあそうだね。誰しもが一度は作ったことがある。ねるねるねるねとかみんなやっぱ食べてた。いやーでも一回しか食べたことないかも。俺もマジ数えるぐらいだ。2、3回とかだと思う。俺もやっぱチーク菓子とかすごい好きだったんだよね。いやそれ。じゃあ憧れはあった。チーク菓子。あれ味が好きなの？レオは。いや味好き。俺だって今食っても美味しいと思う。考えられない。マジ？いや絶対無理、あの味。ほんと？食べて、美味しいよ。食べてよ。え、関さんは？ん？味。あの、ねるねるねるね。うん。でも俺、基本的にはバカな味が好きだから。いや、あれバカな味って食っちゃいけない味しないでもなんか。あ、まあ、ケミカルな感じ？そう。でもなんか、ちょっと今食べてみたさありません？いや、今食べても美味しいですよ。味は変わらないんです。あの味がするんですか？いや、それそうですよ。あとね、俺あのチョコエッグとか好きなんですよ、めっちゃ。うん、あ、そうだよね、レオめっちゃ好きだよね。そう、チョコエッグのあの側の外あるじゃん、くっそ甘い。いや、あれ、あのチョコはめちゃめちゃ好き、俺も。あ、好き？めちゃくちゃうまい、あのチョコ。あのもうプラスチックの味するじゃん。あ、そうなの？めっちゃするじゃん、あの中のカプセルのさ。え、おまけ入ってるプラスチックってくるってこと？そう。ええ、どういうこと？いや、プラスチックを食ってない。おまけ入ってるあのチョコの中のさらにプラスチックみたいなの作ってるって。食べてない、食べてない。え、違う、なんかさカプセルの中にそのなんか おまけがついてるじゃない。そのカプセルの味がめっちゃすんのよ、そのチョコ、うん、それがめっちゃ好きっていう。ああ、染みてんだ。へえ。そうそうそう。
ね、さっきギターのことすれ違った時言ってたけど、なんかチョコエッグの中身だけもらってたみたいなこと言ってましたね。内田くんが外食べてその中もらってたみたいですね。あ、なるほどね。テオがチョコ食べてカプセラをもらってた。そう。これいつ頃だ？いつ頃？なんかのマリオのチョコエッグ。あれじゃねえの？なんかの時も差し入れでいただいたやつじゃん。あったね、そんなことも。ドラえもんのはね、差し入れで大量にいただいた、ね。大量にもらったよね。大量に食いました。今もしかしたら見てる方の中にくれた人いるかもしれないけど、クロイとねるねるねるねコラボしてくれないかな。うわ、めっちゃいい。まさか起きてる？起きてるね。ちょっとミュートになってました。はい、じゃあ次の曲行ってみましょう。え、お前あれなんだよ、振ってお前ひでえな、振ってが多いんだよ。いや、あの起きてるかどうか確認したか、起きてたから大丈夫。もう松田君この曲なんかある？じゃあ、ないっす。次行きましょう。あのぜひ皆さんコリーヘンリー聞いてください、これ好きだったら。ああ、うん、ああ、そういうのいいね。オルガンにしたんですよ、わざわざ。そうそうそう、そうだよ、そうだ、それじゃん。最初これデモの段階ではシンセだったんだよね、鍵盤が。そうで、割となんか、まあ割と俺ら言われがちなスペーシーな感じというか、うん、すごいファーンとした感じの仕上がりだったんだけど、増田がまず打ち込みのドラムじゃなくて自分で叩きたいって言って、で俺もインベの打ち込みじゃなくて自分で弾くってなって、そうで、いろいろこう組み立てていくうちに、そのシンセよりもオルガンにした方が面白いんじゃないかっていう話になって、最終的にオルガンになったんだね。最終的になんかミックスする側としてそれでどこまでこう今の打ち込みの曲っぽくできるかみたいなところの挑戦をしてたという、まあ、そんな感じであんまり聞いたことないサウンドになっております。はい、長谷川さんにお返しします。はい、ありがとうございます。シフトコマンド結構いい曲です。皆さんもし何かこう気になるところとかあったら全然コメントとかで言ってくれれば私たち答えさせていただきますので、はい、じゃあなんかもうコメントずっとチョコエッグの話で盛り上がっております。じゃあ次の曲いきたいと思います。11曲目なんですか。キロ、かけてるスプリングリバーブ。かけてんだ。かけてるそうです、こちら。キロはスプリングリバーブかけてますよね。そうです、そうですね。この曲あのミックスの時につい追加したんあ、違 う完全にボロが出ましたね今ね。これスプリングリバーブね、確かになんかなんとなく言われてる意味が分かってきた。こう1曲と1枚通してみて、1曲と1枚ってやつですか。あのアルバム1枚今そう、なんか1曲外れた曲なんか1曲聴いてくださってそう、あのそれ、まあスプリングリバーブの意味が分かってきたけども、はい、あ、皆さん結構キロ好きっていうコメント来てますね。うん、ありがとうございますね、うんうん、心がざわざわするくらい好きという。おー、嬉しい。うん、この曲もね、だいぶ記録大好きって言ってる人してないしてないしてない記録大好きって言う。なんか今日コメント欄ふざけてないね。確かに。いやでもだって映ってる側がゲロふざけてんだもん。確かにな。やりようないよな。ちょっとでもバランス悪いよ。バランス悪い。ちょっとだからコメント欄もしっかりふざけてもらわないと。ヒロ歌ってて気持ちいいですか？気持ちいいですね。僕も歌ってて気持ちいいもん、この曲。あ、歌われるんですね。あ、この曲あの唯一歌える僕これ、はい、うん。お風呂とかでよく歌う。ちょっとワンフレーズ。目がくらむキロ、夜風の香りとたたたりない風。はい、はい、いいですね。これでもだからカラオケに入ってほしいですね。確かに。ああ、確かに。僕歌うよこれは。え、歌やっぱそうっすか。絶
あ、絶対歌うよこれはもう。なんで急に声でけえな。なんで。でもなんかあのあれですよね、クロエもなんか何曲かカラオケに入ってるみたいで。そうなの。なんか噂によると。初耳だそうだよ。噂によると入ってるみたいで。何が入ってんの。そうなの。ホーン、ペイジ、ディスク、ファイヤーブレインかな。あ、結構入ってんの。入ってる。確か。なんかついおとといか昨日かストーリーでタグ付けしてくれてる人全部90点出してたよ。90点以上。お、もうじゃあ最後。なんか声飛ばしちゃったりしたらその人を呼べば90点のライブができるんですよね。いや俺は100点目指す。一概にそうとは言えない。まあそうかも。あ、歌うとき意識してることを教えてほしいです。あ、私ですか。うん、歌うとき、それはキロに関してなのかな。まあ何でもいいしじゃん。まあでもなんか、まあ、全体的に言うとやっぱりレコーディングに関してはやっぱりその曲の質感を見てその曲に合う声色というか、うん、まあ合いつつもなんかまあありがちではないところ、うんうん、をやっぱ目指してますね。ライブはもうあんま考えてないんです。もう上手にその場その場でって感じ、うん、長谷部がいないからふざける相手がいないのよ。だってあ、なるほどね。バイ赤ちゃん系じゃん。なるほどね。そうだよね。やっぱ長谷部をこういじってなんぼみたいなところがある。なるほどね。意識してるシンガーとかいますか。あ、曲そのなんか曲単位とかではあんまりそんなになんかこの人を意識してとかっていうのはあんまないけど、多分普通に影響を受けてるのはアルグリーンとか歌は。なんだけどやっぱキロとかはでもそういう感じでもないんだよね。うん、確かに。そう、それがなんかおもろいなっていう。すごい独特な歌い上げ方になったよね。なんか最初。あ、そう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 。なんかあの癖強い日本人のあの大ベテラン歌手みたいな感じを目指したのかな。うん、うん、あ、マンダさんの、マンダさんのドアップよろしくって。マンダヒデとも、マンダヒデカズ。これ？マンダヒデカズ。だったらこっち行ってね。やっぱさ、あれだね。あの、すごいぶっちゃけたこと言うとさ、長谷上さんの時ってさ、増田さんやっぱ輝かないよね。確かに。今やっぱ主役は一人でいいみたいなのがあるよ。それで言うと主役なのか彼は。分かんないけど序盤にさ、あのラーメン無言で食ってて弱くだったから、なんか後半も喋んなくていいよって感じになって。あ、喋んないまんまになってる。そこのオフは確かに難しいよね。これじゃあちょっと今増田さんはさ、あのこれまで本当にこの1年2年間ぐらいもうさ、矢面に立って立たせまくってたら本当にもうあのクソ面白くなりすぎちゃったから、一回ちょっと勇気に、まあ後継者育成じゃないけど今度は勇気の育成機会。そう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 、面白のねメーターがね、そう五角形がすごいことになってるから、そう。ちょ、今ほら長谷上さん出てるけど勇気呼ばなくて大丈夫これ。あ、まあ、そこはなんかごめんなさい、ちょっといろいろあったりするんで本当お任せしますよ。これ今ちょうどこれ見てて質問来てます。はい、好きな食べ物なんですか。どうですか皆さん。なんでこのタイミングにそれピックすんだよ。いいですね、いいですね。なんかあの結構さ、自分のさポンコツさっていうかさ、うん、あのそういうのを拾うのとかもさ、なんか分かってきたよね。あ、確かに。長谷上さんもライブでいただいたら嬉しい差し入れのお菓子なんですか皆さん。あ、関さんはあのちっちゃいアンパン。あ、はい、俺チョコアンパンが大好きです。あれってなんでそんな好きなの。レオがマジでクッソマジって言ってたよ大阪で。マジで違うんだよ。なんか俺がねサラリーマンしてる時にさ、俺飯食わねえで一日働いてたからさ、で、あのなんつうの、駅のホームとかにさ、お菓子売ってる自販機あるじゃん。あるね。あれってなんかソイジョイとか食べたくないけど、なんかこうポンポンつまめるやつがあそこに確かにあるイメージよくて、あの食べるようになったの。し
たらね、めっちゃ好きになった。なるほどね。そういうことは俺なんかちっちゃい頃実家で食っててなんか思い出みたいなことだった。あ、全然全然違う。昔はむしろ全然食ったことない。大人になってから食った。なんかあんまりこの前なんか、あ、これ関さん好きって言ってるからちょっとなんかちゃんと食べてみようと思って、なんかそう大阪のキャンペーンの時になんかその差し入れでいただいたやつがあったから食べてみようと思って食べたら、あ、全然美味しくないな。ボッソボソだよねあれでも。そうそうそう。なんかね癖になっちゃうんだよねあれ。あ、多分そのあれだよね、癖系のお菓子だよ、ね。そう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 。味がすげえうまいとかっていうかこうポン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 食っちゃうみたいな。わかるわかる。要は何もらった。あ、俺はね、今ないのかな、ワタガム。あ、ワタガムね、ワタガム。ワタガムって言ってんのか今。ワタパチじゃなくてワタガム。ワタガム。絶対ワタパチって何？いいな最近。あのパチパチ。あ、でもあれっぽいね。あるんだ。俺ねワタガムのねコーラ味がめっちゃ好きで、ちっちゃい頃。あ、でもワタガム売ってるわ。コーラのガムいいよね。シュワコーラ。そう、あれあれをもうさ、あれ最初最後ガムになるじゃん。あれガムになる前に飲むのよ。はい。そう、シュワシュワシュワってこうなって、その間にこうって飲んでいくの。もうそれがねめっちゃたまんなく好きだった。なるほどね。そう、まあてかまずガムになるものだって知らなかったんだよね、ちっちゃい頃。あ、なるほどね。そう、バタのままいてくれるので。そうそう、そしたらそのまま食うっていう。あの、みんなあれ知ってるかな、あのトーマスのさ、ジャケの板ガムみたいな、ハイチュウみたいなやつ、わかる？あれパッケージのことジャケって言わないで。ソフトキャンディーね。そう、あれめっちゃ美味しいよね。あれあれめっちゃ昔食った。あとさ、バブリシャスのさ、なんかメジャーみたいになってるやつ。あー、はい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 。はいはい、こんなのあんだ。そう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 。バブリシャス懐かしいね。ある。あるあるある。ある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 。それあの、あれでしょ、あの、なんだっけ、なんつうんだっけ。あー、あるわ。テープみたいな、セロテープみたいな。あるわ、あるわ。なんだっけ、あれ、どこに売ってんだ。キャンディバブルタップ、バブルタップス。あとはやっぱスーパーコーラガム、スーパーソーダガムだな。スーパーコーラガムはもう死ぬほどうまいやろ。あれマジうまいよね。うまい。コーラよりうまい。コーラよりうまい。あとあのアメからガムになるやつも好き俺。あったね。昔コンビニとかによくあったさ。へー。あれじゃない、あの持つ棒の中にガムが入ってるやつじゃなく。あ、それもあった。それもあったんだけど、ね、それも好きなんだけど、俺普通にあの1個ずつ梱包されてて、なんかコンビニとかに置いてあった、はい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 、ソーダとコーラのあったあったあった、どんぐりガムみたいな。あ、そうだ、多分そう、もうごく少量のガムが中に入ってるのそれがすごい好き。え、みんな昔食玩とか買ってた？ヒロの食卓で全く知らない。買ってた、あのポケモンキッズとかビックリマンとか。ポケモンキッズすごい買ってたもうお前ちょいさ、一回マジでさ、あの勇気呼んできたらいや、いいポケモンキッズ俺もうすっごいやっててさ。いやマジ勇気呼んできた方がいいって。あの本当にあの一斗缶みたいの3つ分ぐらいポケモンキッズ集めて。ポケモンキッズってこれ？そう、指人形。ああ、持ってた俺。俺もめちゃくちゃ集めてた。あと今全くポケモンパンって手に入んないの知ってる？え、何それ、もうすぐに売れちゃうってこと？いや、全く多分人気が単純になくなって、昔どこのスーパー行ってもあったの。ポケモンパンって普通にパンとしてうまくない？うまい、はい、うまいよね。俺あのチール2枚入ってるさ、チョコクロワッサンみたいなめちゃめちゃ好きやったのよ。懐かしい。実家のトイレの壁にめちゃくちゃ貼ってたわ。貼るタイプだったの？ポケモンパンのシール。貼っといてたんだよな、全部。多分まだ帰ったら貼ってあるわ。マジで、ポケモンパン全然食えないの、本当に。めっちゃ食いたいんだよな。増田さんは？何でした？お菓子。マジの話、やめね。ポケモンのコイン入ってるジュースな。そうですね。まあじゃあちょっと好きな食べ物、次。たまんねえじゃねえか、お菓子の話。増田さん好きなお菓子はって質問来てますけど。やめろ、だから普通に曲の話もうちょっとしようよ。なんで増田さんがこんななんか正統派な方にいるの？違う、だってこんなこと俺何言っても無視で席永遠にお菓子の話してるの。いや、なんかさ、今日すごい長谷上さんも相まってすごい牛感じに来ちゃったなと思って。
いや、別におかしな話は濃くないのよ。え、楽しい方がいいのかなって。あ、なるほどね。確かに。せっかくなら。え、シンポさん来てんの？え、嘘。あ、本当だ、シンポさんいる。すごいライブ配信って何してる。本当だ。シンポさん、お疲れ様です。いや、豪華すぎるな。どれどれどれ。はじめまして。なんでわかんの？どうする、シンポさんにリンク送る？ズームの。シンポさん、ここに突っ込んだら。で、長谷上さんにインタビューしてもらうと。長谷上さん、ちょっと自己紹介だけ今ここでしてもらっても。あ、シンポさんに。シンポさんに。私、今回MC させていただいております。黒い。トークアバウトレンズというと。なんでそんなのそれずっと見せたい。そこだけは残してんだな、それ。書いたんですよ、ロゴ。はい。これの、今回司会任されてます長谷上と申します。よろしくお願いいたします。今ね、これちょっと今日収録あってこのスタジオからズームで参加させていただいておりますということで、しんぽさんもね、初めましてということで、私あとご会いしたことないので、しんぽ監督、名前は聞いております。さあ、もしお暇でしたら、もしね、来ていただいても全然、むしろもう来てくださいみたいなところもありますね。いや、でもこんな地獄みたいなところには入れられないです。絶対にやめてくれって思ってるよ、多分。こんな地獄みたいな。お、サークルでコピーしようとしてますだって。うわ、嬉しい。何やるの、何やるの、曲。めっちゃ嬉しいから、それどんどんやって。ね、動画とか撮ってほしい。フレーズ分かんなかったら俺だったら聞いておくから。わあ、全然送る、全然送る。全然送るかな。いや、わかんない。俺、それって絶対めんどくさくてやんないから。送んないね。葬式の形式はどういうのがいいですかなって。いや、それは何、あれ、仮装とか土葬とか。仮装以外できなくね、日本だと。超装、超装。うん、やば。ブータンのやつじゃん。すぐブータン出てくる、すげえ。でも昔の京都とかでもあったらしいよ。へえ、あの鳥に食わせるやつだよね。そうそうそう。あ、なんか埋めて木にするみたいなのあるよね。いや、勇気、それで。それ何層って言うんですか。木層。木、本当に。あ、樹木層。へえ。また違う生命になっていただくっていう。なるほどなるほど。なるほどね。種類、あと何だろうね、何層があるんだろう、密層。あ、あの黒いオフィシャルから曲の話しなくなっちゃった。いいのね、これ。まあ、僕が話していいのかよくわかんないけど、さっきギターの彼から聞いた話だと、幻の C メロがあったみたいな。あ、ありましたね。確かにそう、確かにそれは。ちょっとそこを歌わせてもらう？まあその C メロっていうのがですね、2サビが終わった後かな。そう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 。2回目のサビが終わった後の、なんかパーカッションとかがファーって今入ってるセクションがあるんですけど、そこにね、コーラスを入れたかったんですよ、もともと。なんですけど、なんかそのコーラスのいい、なんかこれだったらやっぱ黒いで出してもいいかなっていう、なんかコーラスのかっこいいメロディーがなんかあんまり思い浮かばなくて、いろんなメンバーにこう、なんだろう、こう投げてたんですよ。ちょっと長谷部くんどうなのみたいな、ここのちょっとコーラス増田さん作ってよとかっていう。ここはい、それで、うん、あて、なんか案を出したみたいですね、彼。うん、そうなんですよ。で、その案っていうのがですね、すごく不気味なメロディーで、うん、スタジオ中がなんかこう、まあ、大笑いみたいな感じになった。あれ、マネージャーアンディが歌わせようとしてる。おへほうふうおふう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 るさい、うるさい、うるさい、うるさい。お前、本当に一つやるとなると、全く他のこと気にできない。今年そこどうにかしような。はい。この前、
ソナーズルームってね、あの毎週あの出させていただいてるあのラジオの番組があるんですけれども、そこであの長谷上さん初登場したんですよ。で、あの同じブースにね、増田さんがいて、増田さんと俺と長谷上さんっていうあの状態でラジオをやらせてもらったんですけど、もうそのね、ブースめちゃめちゃ怖かったな、これ。もう長谷上さんも完全にその話すことっていうか、その長谷上さんを演じることにしか頭がいってないから、もう目こんなになりながらマイクにこうこうやってずっとなんかそう語りかけてる。で、増田さんは増田さんで俺の目の前にいたんだけど、なんかこういう風に座ってて、なんかいつなんか何時でもなんか笑い取れるように、こうやってチーターみたいにずっとなんか獲物狙ってる感じ。狙ってんの。俺このブース一番無理だと思ってます。笑顔が全くなかったらしいね、ブースにね。ソナーズルーム、次がラストなんだよね。そう。ラストどうやろうかね。今まだね、どういう風な編成でやろうか迷ってるところなんで。今日の感じだと、長谷上さんも今日が最後かな。あ、隕石引退的な。うん、なるほど。みんな聞きたい？また。どうなんだろうね、長谷上さんはみんな的に好印象なのか。まあ、そう、長谷上さんのやっぱ印象を聞きたいよね。うん、これでいろいろ出ていっていいかどうかっていうリアルな声。ちょっとそう、あの本気で長谷上さんじゃなくて長谷部に出てきてほしいかどうかを聞こう。そう、まあ、その答え待ってる間に一個じゃあ質問させていただきます、はい、増田さん、ドラム叩いていて楽しい曲、今回のアルバムでどの曲ですかという質問来てますけど。いい、ね、いい質問。どうですかこれ。増田くん、これ俺の音声普通に言ってる？聞こえる。今聞こえてるよ。なんか俺みんながさ、なんかネットが悪いのか、みんなリバーブがかかりすぎてさ、みんなとか、なんかすげえみんなエコーがかかって、全員エコーかけまくってる同士で会話してるみたいでさ。YouTube の音が出ちゃってんじゃない？いや、YouTube だって出ないよ。あ、本当？だから、あれじゃない？ロジックかなんか開いちゃってるとか？いや、ないかな。はい。おささん、今回のアルバムで実際に叩いてて楽しい曲は？あ、それもうあれ、俺コメントで回答してるから。回答なんだ。すいません。じゃあ、長谷上さん、お願いします。千田さん、髪色、次どうするんですかという質問来てます。髪色はまあ襟足を変えるか変えないかですね。なるほど。緑は固定なんで、わかんない。あ、長谷上さんと長谷部さん同時登場が理想だって。あと、ゆうこちゃんも来てるよ。マイケルも来てるね。マイケル、ゆうこちゃん。マイケル来てるのいいな。マイケル来てるのいいな。もうライブも長谷上さんでいいよ。だってマイケルはちょっと今日来れないっていう、やっぱちょっと一身上の都合で来れないっていうマイケル言ってて今日でも三浦淳さんおりましたよね。いましたね、いましたね。写真撮られてましたね。三浦淳さんね。ゆうこりんも、ゆうこりん呼ぶ？ゆうこちゃん来れるよ、いつでも。長谷部がなんかやってるなって感じだって。めちゃくちゃ冷たいね。それはあれでしょ、あの赤ちゃんけじゃん。じゃあすぐこうなんか言ってんだと思ったら赤ちゃんけじゃん。いやマジいいよね、赤ちゃんけじゃん、めっちゃいいよね、鋭いよね。いいね、もいいね、長谷上さんしか勝たんっていうの来てるの。ああ、じゃあパンがいるんだ。はい、じゃあまあキロはこんなところですかね。どんなとこだよ。次行きましょう。はい、次の曲いきたいと思います。フィーリング、ハマだじゃん。結果発表。ちょっとフィーリングはもう一回だけ流してもらうだけにしよう。なんかずっとループするとなんか頭おかしくなりそう。あー、いいですね。はい、皆さん聞いていただきました、黒いトークアバウトレンズ、最後の曲になりました。キックでか。
隠れて小さいその間に力離れて長谷川さん事故です。曲聞く時間じゃない。普通にいい曲だなと思って。そんな時間今まで一曲もなかったじゃん。この曲ね、あのさっきトイレの彼と話したんだけど、一発撮りなんか幽霊みたいな。一発撮りで撮ったんでしょこれ。今回ねアルバム分かんねえよ。この曲は最初のイントロのファンファンした音は別なんだけど、それ以降は俺と増田と勇気でせーので、これはあれだよね、クリックもなしで撮ったよね。確か。ノンクリックで撮りましたねあれ。あ、撮ったらしいですね。だからもう本当にそのチルク3人で弾いてるっていう空気感をその作り出したいなっていうレコーディングの仕方。うん。です。空気感が取れてるんじゃないかなと思います。うん。なんかこのフィーリングについて、アコースティックライブで聞けますかという質問来てますけど、これはちょっと言えませんね。長谷川さんが決めるんですね。はい、いややっぱりそれはやっぱ私がやっぱ任されてる。この曲もう少し聞きたいなってところで終わるんだけど、ね、それがすごい気に入ってんだよ。うん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 、この曲超続きが聞きたい、うん、でももうないです。じゃあ分かる。そうなんだよ、これデモ短くしたとかじゃないから、ね、そうですね、うん、はい、ということで聞いていただきました。何かありますか？もうちょいフィーリング確かにあんまり話してないかもしれないですね。他ちょっとだから今までちょっとコメントをさあんまり拾ってこなかったからさ、ここから しっかりコメントを拾っていくんで、皆さんガンガンじゃあコメントを送ってもらって、うん、うん、ね、感想が多いですね。あ、ちょっと一回バルミライフ止めてもらっていいですか？いいだろ別に。いいだろ、聞き貸してくれてんだよアンディは。ね、ちょっとレオさん、こうなっちゃうレオさんの疑い、歌声の幅が広い。疑えってよ、歌声の幅が広い。あ、長谷川さんもうそろそろ退勤した方がいいんじゃないですか。ね、やっぱ長谷川さんはやっぱもう少し聞きたいなってところで終わらせないから。長谷川さん、あのこの間のソナーズルームでアッコゴリラさんからバットンを受け取りって言ってて何なんですか、ね、バットンとは。バットンって何ですか、ね。まあマイクのノイズちょっと入っちゃった。あ、そうなんですよ。バットンってなんだろうなってずっと思ってた。バットンを受け取り。さあ、ガンガン拾っていきましょうか、じゃあ。はい。ライブツアーのグッズ、新しいの出ますか？あ、グッズですね、これ。新しいの、これグッズって出てないよね。もうこれはお楽しみにしててください、これは。はい、なんで挙手したんだ、お前は。いや、で、はい、これ、僕、ずっと書いといた質問があります。あ、はい、はい、はい。どんぐりずさんとライブをやる、発表がこの間されてましたけども、どんぐりずさんのことどう思ってるんですか？その質問ピックアップするか。すごいね。我々、ライブやるじゃないですか、どんぐりず。やるね。いや、あのね、この間ね、まあ、まだこう詳しくは言えないけど、俺とレオで大阪に行った時にね、あのその間のイベント用にあのリモートで対談っていうかちょっとしてきたの。そうそうそう、ヨナオとどんぐりずっと。そうそうそう、その時の印象出てなかった。なんだろうね。え、でもすげえ楽しいライブになるんじゃないか。うん、なんかでもすごいいいよね、あの二人。いや、めっちゃいい、マジで。なんか、俺ら一回だけね、対バンしたことあって、そう。去年末か。去年しか。去年の年始ぐらいに、俺らが JCT っていう企画を打ったんだけど、うん、そこにどんぐりず呼んで出てもらって、っていうのが初対面。なんか、なんだかんだ SNS とか前から繋がってたんだけど、ちゃんと会って喋るのは初めてだったんだけど。まあ、すごいあのまんま音楽めちゃくちゃ好きで陽気な2人って感じ、うん、めっちゃなんかあの気に入ってくれたというか、ライブで上がってくれてたの最前ぐらい。爆踊りしてくれてた。そう、これ結構なんかライブ終わった後に話したりして、めっちゃだからそんなに回数あったとかではないけど、すごいバイブスは合うかな、うん、でもなんか俺らとなんか好きなところっていうか、なんていうんだろうな、
その音楽的なところもまあ被ってるところもあるだろうけど、なんかその表現的になんか目指してるところが割となんか近いな、なんか同じものを感じるときは、ね、こういきたいみたいな、そうそれはありますね。あとやっぱラップうまいしトラックメイク上手だし、トラックメイクはめちゃめちゃもうさらに上手くなってるの本当に。森くんもすーげえラップうまいもんね。うん、めちゃくちゃうまいマジで。エンターテインメントですよね本当。お前は黙ってろ。はい、じゃあ次、5歳女子にクロイのメンバーで誰が好きと聞いたら千葉さんでしたという報告が。5歳女子。5歳の女の子に。メンバーの中で。ジョジ。一番誰が好きか聞いた千葉さんだったとのことで、どうですか感想。お前拾うコメントどうなってんだよマジ。お前だって、ちなみに聞きたいけどどういう意図でそれにしたの。いやもう片っ端から拾っていこうと思って。あ、なるほど、ね、うちの1個目です。いや嬉しいです。子供とか若い女子高生とかに見つめ避けられがちなの本当に。俺見てU ターンした女の子とか結構いる。いるよね。うん、俺とレオは多分あるけど嬉しいです。いやちょっともうガンガン、じゃあちょっと読んでくんで、うん、答える人は答えてってください。一問一答でいきましょう。はい、ゆうきくんは髪の毛染めないんですか。染めないみたいですね。あ、染めないんだ。はい、なんか染めたい感もあるらしいですけど、うん、連携取れてないな、ね、やっぱバンド内に派手髪が2人いるのでちょっと抑えてます。昨日の LINE ライブのタイトルがフォーカスでフォーカスで、その先は何なんだ。昨日皆さんありがとうございました。うん、ありがとうございました、ね。はい、アンディかわいそう、アンディのゲラが恋しい、ツアー中の部屋割りは。前回は、学校同級生の2位だったの確か。そうだね。関、増田、内田、長谷部で、俺はアンディです。うん、そんな感じで、まあ。意外とね、本当にね、増田さんと関さん仲いいんだよ。なんかね、俺らもわかんない。俺は、前までは、なんか腐れん程度にしか思ってなかったんだけど、うん、別になんかね、こう2人でいて、うん、居心地悪くない。いや、そう、分かる。増田は。なんかね、別に喋んないでもいいし。そうね、でもさ、リスクの前の入り口、2人だけですっぽんぽいになって風呂入りに行って、めっちゃ面白かったですけど。あ、そう、これは聞いてほしいわ、風呂も2人で行くのかいとか。リスクの MV 撮影の前日、まあ、どっかで喋ったかもしれないんだけど、増田とまあ同じ部屋でさ、まあ、みんなより先に2人で温泉行こうぜって、温泉入りに行ったらさ、うん、2人きりよ。で、裸の男2人で、結構こじんまりした感じの温泉だったんだよね。こんなにこう大浴場って感じじゃないところで。で2人で入ってて、いやめっちゃ気持ちいいねみたいな話をして、一瞬こう沈黙が漂った後に、うん、浅田から、そういや関とこうやって2人きりになるの久しぶりじゃねって言われて、おいこのタイミングでそれ言うじゃねえなんでお前真顔なんだよ , 笑わないと増田さん別にコメント返してたから。すみません、次行きましょう。はい、ゆうきくん髪伸ばすの？伸ばします。あ、キッズもそろそろ切りたいって言ってましたね。はい、あ、さっきの質問 の, 続きがありました。昨日のラインライブのタイトルがフォーカスで、みんなサングラスかけてたのはアルバムタイトルがレンズだからかけてるのっていうことですね。はい、深い理由はないけれども、菅原さんってスタイリストさんが持ってきてくれたんやサングラスの人数分で、それをシンポさんにかけてみてて、かけないやつも見せたんで、うん、ただ全員かけてた方がいいって言ってもらったんでかけたっていう、はい、というだけでございます。うん、関さん、今日のヘアスタイルのポイントを教えてください。ちょっと襟足遊んでます。いいな、そろそろツアーグッズチラ見せを。まあそうですね、それも考えられますね。ちょっと楽しみにしててください。はい、皆さんの趣味は音楽以外で、なんか面白い趣味持ってる人いたら教えてください。増田じゃない、多趣味なのは。趣味ってほど夫はしてねえのか。最近増田くん免許取り行ってるよね。お前もうやめたら、本当に。あれまだやってたの？ねえ。なんか変わったとか言ってなかった？
ストリーミングライブレンズの演出最高でした。ありがとうございます、うん、シンポさんありがとうございます。シンポさんが全部やってくれてます。小さい頃の夢、皆さん サッカー選手とかじゃないっけかな、多分。バチ野球やってたのに。野球を多分やる前の小学校低学年とかは、松田は何を将来の夢、昔なんだった。あ、パン屋さん。マスダさんパン今も好きだもんね。パン屋さん好き。あ、確かにパンは好きだ。なんかさ、いや、あの幼いながらにさ、なんかみんな将来の夢なんですかって先生に聞かれたら、なんかみんなパッと答えするじゃん。だからなんか俺その時夢なかったんだけど、なんか夢ないのって異常なんだってその時になんか思って、でそう夢探さなきゃってなった時にちょっとパン好きだったから、とりあえずパン屋さんって言っとこうって言って、あれ、俺増田さんに話したっけ、それ、その話、なんか夢がどうのこうのって話、タクシーの中で話してる。増田さんやっぱコンタクトが取れないやっぱりちっちゃい頃からさ、なんかあの夢を絶対に語らなきゃいけないっていう文化結構きついなと思って。レオは何だったの？俺だからもうめちゃめちゃそれもきついなと思ってたから、プリキュアって答えてた。ああ、俺死神って答えてた俺はマジで死神になりたかったそれなりになんかデスノートとか見てみたいな。そう、あれでもね、長谷部に初めて会った時のメルアドやばいもんね、あの中学1年生の時に。ああ、聞いたんだよ。ゲームキング死神と俺の誕生日あとどこめちゃめちゃかっこいいね。はい、なんで今、なんで今誕生日隠したの0602、サイン CD とか欲しいなねえ、今ねちょっとね、その物販とか行けなかったりするから、直接ね皆さんにサイン書いてあげるとか。サイン CD 今回確かに、前回タワレコでねやったけどね、新宿の。そうなんだよね、うん、あれちょっとやりたかった。今回もう書かせてもらえなかったよね。ねえ、なんかどっかのタイミングでね、俺らからなんかできればいいね、そういうプレゼント企画的に、うん、あ、確かに確かに考えましょうか。バットン T シャツ作ってくださいバットン T シャツ、バットン T シャツ、なんか勇気がじゃあ受け取ってる T シャツ作ります。アッコゴリラさんからバットンバットン受け取ってるちょっとソニーに話して使わせてもらったアッコゴリラさんにバットンを受け取ってる勇気のそう、黒いの皆さん、サングラスのお似合いなのでタイアップ案件来てほしいです。あー、めっちゃやりたい、やりたいね。アイウェアはみんな好きだもんね、うん、黒い経由でバルフペックを知れて人生豊かです、感謝です。なんか言ったっけバルフのこと。なんだろうね、なんか、まあ、言ってんのかな、やっぱちょいちょい言ってんのかな。なんか足りないなって思ったら笑い役の安藤さんだ、そろそろカンジャム出てほしいな。うん、出たいね。あ、増田さんのピアスアップで見たいです。てかさ、そうだ、さっきなんかコメントあったけどさ、あのプラプラしてるやつ最近つけないよね。今つけてるし。あれなんかもっと長いのつけてなかったっけ。いや、ああね、あれね、なんだっけ、あれキャッチがなくなったんだ。あのページの撮影で庄司くんがなくしてつけなくなったはい、続いて、これちょっと重要な質問ね。増田さんギター弾けるんですか。あ、遡ってんだ。あ、ちょっと前、結構前から俺言ってる。ギター弾けるんですか、マスターさん。ギターは、いや、ちょっとしか弾けないです。めちゃめちゃマスターさん反応悪いな、俳優のお仕事を依頼来たら受けますか。え、皆さんに質問ですよ。まあ受けるかな、俺、良ければ、ね、やらせてもらえるならやってみたい、うん、やってみたいということで、皆さん、あの皆さんというか業界の方ぜひお願いいたします、皆さん一人っ子、全員、いや兄弟いるね、全員兄弟いる。どういう、どういう編成か言っていく。長男組は、はい、てか関さん以外長男、あ違うか、うん、まあ、一応長男ではあるね、増田は。俺はあの妹が一人、俺も妹が、弟が一人、一個一個一匹って言おうとしちゃった一人で、増田が姉ちゃんと妹か。そうで、俺が兄ちゃんと姉ちゃんがいる、うん、そんな感じでございます、うん、黒いの兄弟関係、はい、はい、そしてですね、キッズサイズのライブティーが欲しいです。
あ、でもさ昔さあのよだれかけ作ろうみたいな話、わめっちゃ話してた、あったあったケロイケロイ、子供のねいるお客さんとかにも何かそういうのあるといいよねみたいな、やりたいですね、うん、いつかもしかしたら、はい、前回のツアー動画撮ってる方もいましたが、凹凸ツアーは動画撮影 OK ですか？まあ何とも言わないです、俺らは。はい、うん、女児受けのいいバーチーさん、増田さんのギター聞きたい、いいですね、増田さんのギター聞きたいですよね、うん、今後コラボしてみたいアーティストいますか？あれだよタンバリン、あゴンゾー、ゴンゾー、ゴンゾー、ね、さん、ゴンゾーさん、和田アキ子さん、和田アキ子さんな、和田アキ子さん、ゴンゾーさん、和田アキ子さん、ゆっこミラーさん、ゆっこミラーさん、千葉さんのそれはさ年下か年上かで決めてる、どういうこと、あさんさん付けってこと、うん、あそうなの、最近なんかその話をよく家でしててさ、なんか俺がヒカキンとか言うとヒカキンさんなっていやヒカキンさんだろ、どう考えてもヒカキンさん、セイキンさんだろ、いやアバンティーズとか言ってアバンティーズさんなって言われて、あれアバンティーズいくつだっけ、あ20、あじゃあ3だわって言ったから、年齢で決めてんのかなって、はいはい、お母さんの呼び方は？名前、名前。俺もお母、そうなんだ。俺でもマミーになったな。高校ぐらいかな。ゆうきは？俺あのかよって言ってる、かよって呼んでる。名前言うなや。普通に名前で呼んでるのね。マスダは？俺母さん。母さんか。うん。へえ。クラシックだね、やっぱ。千葉さんは？おか。俺もおか。おか音を呼んでる。俺もおか音。やっぱりね。やっぱりわ。それ、増田さん煽ってるよ。茨城と煽りんだ。来たね、増田さん、それ。でも岩手、地下鉄あるから、ここだよね。地下鉄ねえよ、それで言うと。どっかの情報だよ、そうさ、嘘でディスるんじゃないよ本当に。はい、ファンクラブみたいなコンテンツ配信の予定はありますか？これあったらもういいんじゃない、どう、ちょっと待って、何をやらせんのこれ。もう俺らどうなっちゃうんだろうね、お曲作れねえよもう。でもなんかやりたいですけどね、なんか、うん、なんかね、でも考えんのよ結構、クロイでもっとなんかおもろいことなんかやっていきたいのっていうのを考えてるんで、なんかみんなもなんかやってほしいこととかあったらぜひ教えてください。やっぱどうしてもなんか普通なことはしたくないみたいなところがどうしてもあるから、うんうん、何かしら面白いアプローチ考えられたらやりたいです。はい、今回もツアーの瀬取りはあみだくじで決めるんですか？前回もツアーは違うよ。違うわ、配信だけ。アルバムができて一番最初に渡したのは誰に渡しましたか？まあ、いい意味で。誰だっけ？バンオってことだな、うん、柳田さんじゃない？いや、なんかさ、違う、自分がとかがないのか、それぞれが、あ、それぞれが、それがないのか。でも、なんか各メンバー1枚ずつもらってって感じだからね、でも誰かに渡すっていう感じじゃない。確かに、あのお世話になってるスタッフさんに渡しましたね、はい。皆さんのポケットにはまる感じが最高です。タイム感で気をつけてることはありますか？おお、いいです。深い質問ですね、うん。これはもうドラムに完全に合わせる。うんうんうん。なんかこう基準がないといけない。これはもう増田と仲良くっていう。うん。これは頑張る。なんか俺は結構なんかその歌は結構乗るとこはちゃんと乗って、乗らないとこを乗らないっていうのをちゃんと自分の頭の中でやるっていうのは最近ちゃんと考えるようになりましたね、うん、増田さんはもうコメントの人になったの、うん、OK、皆さん芸名で活動するとしたら何て名乗りますか？いいですね、俺は雑居ですね。ああ。
これは千葉少佐でやるかな。かっこいい。めっちゃいいな、そういうの見つかってんだもん。いや、俺ね、マジで。マスターあれでしょ、大河原健雄。大河原健雄は、あの、増田さんが、あの、ゲームとかやるときに使う名前で、あの、基本的にクロイとかでみんなでゲームやってるときは、健雄、健雄って増田さんのことを呼んで。なんか増田さんが大河原金融にした理由はただなんか強そうでかっこいいからみたいな感じだった。ウーバーイーツに舐められないためって言ってた。あ、そうだそうだ、ウーバーイーツの名前それにしてたって名前が怖い人のやつは丁寧に運ぶだろうっていうことでお前笑うだけ笑ってなんだ増田さんだけこのライブ配信家で見てる人だもんね視聴者代表みたいなちなみに長谷部君は、いや俺なんかみんなの喋ってること結構わかんないからさ、なんだろうな、後で音送ってあげるよ、どういう環境で聞いてたか。俺の芸名決めてよ。あ、じゃあ長谷部くんの芸名も、長谷部くんの芸名も募集します。募集します。長谷上とマイコはなしね、うん、あ、もう完全長谷上いなくなったそう、もう長谷上いつの間にかいなくなってんのよ。関さんはやっぱアムドックですか。ああ、それがあったか。わかんない。わかんないです。最近関さんもお願いします。LINE ライブ全員黒くて R 指定みたいでした。R 指定さんな。おい、R 指定さんな。クリーピーナッツさんな。長谷上さん、断髪式やるときは実況してください。はい。わかりました。はい、甘酸っぱい初恋エビ。どういうことですか。ああ、あれじゃない、芸名じゃない。ああ、え、違うでしょ、これまだ、ね、エピソードって言おうとしたんじゃない。そういうことか。マスダさん、ああ、そういうことか。マスダさん、好きなパンは。え、好きなパン。じゃあダメだ、ごめんごめんごめん、ダメだ。マスダさんに好きなパン聞くと不倫になっちゃうから変な。はい、初恋で、あぶねー。はい、次いきます。グッズにエプロン作って。お、これ長谷上さん、長谷上さんじゃねえ。エプロン欲しい。なぜ別に、なんかエプロン流行らせてそう。エプロン最近やってないんだけど、俺エプロン集めようかなってちょっと思ってた時期があって、グッズにエプロン最高です。うん。はい、次行ってみます。はい、次、結婚願望ありますか。あります。あります。あんまないです。ないです。増田さんはわかんないです。血液型知りたいです。O 型です。A 型です。B 型です。O 型です。これちゃんと答え、おそこで答え、あ、増田、そうか、まだ知らないんだっけ。え、 B だっけ。 B って言ってたよ、今俺。 BB、 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 BB。 あ、さらに詳しく見たんだ。あ、なるほど、ね、そうそう、あの BO と BB がある。あ、なるほど、ね、なんかあの本当にこれあのちゃんとメモって、あのなんだっけ、ウィキに書くんだよ、ね、うん、って言ってるからね。二度と同じ質問。本当に。はい、リスクの衣装黄色だったのはなんで。リスクの衣装、あ、バルミー。あ、そうだね、まあ、そのリスクとのつながりを見ていただくと、あのパンフレットとかでそのリスクっていう団体というか集団が黄色を基調にした集団っていうつながりになってて、まあ、みんなのその服だったりとか物だったりが黄色で、その用意されてるというか、こんな感じかな。はい、パンツはブリーフ、おわボクサー。あ、最近トランクス。おお、そうだね、ブリーフとボクサーで見たくなかなかない。確かにね、確かに。僕はみんなボクサーだ、ね。俺もそうだね、ボクサー。あ、それもボクサーだ、ね。マスターのパンツめちゃくちゃすごい。面白ボクサーだ、ね。はい、クロイのメンバーで入れ替わるなら誰になりたいですか。増田さん。俺も増田さん。まあでも増田さんがそうなんだよな、幸せなんだよな、一番。ハッピーだよね。俺、関かな。それなんで。え、なんかどんだけ体がしんどいのか知りたい。だから普段寝てねえし、脂肪もねえし。それで言うとそうでもない。全然元気。関さん、ミリタリー系の古着好きですか。俺、古着っていうか、デッドストックかな。なるほど。関さん、ライブで、書道パフォーマンスしてください。いいよ。あ、でかいね。あ
の G いじりじゃないこれは。G いじりじゃない。俺6段 B だぞお前。通販でサイン入り CD 売ればいいんじゃないですか。だってすいません、すいませんでした。みんなの身長聞きたいです。多分178、168、176、186か7。増田さんが172とか。うん。はい、レンズの LP 出してほしいです。ああ、楽しみにしててください。楽しみにしててください。欲しいよね。欲しいよね。うん、長尺の踊れる曲は聴いてみたいです。うん。これ以上長い曲？酸素を永遠ループしておいてください。酸素ってみんな的に踊れるのかな？早すぎか。分かんない。どうなんだろう。ファイアーブレインのレコード再販してほしいです。メルカリで探してください。はい、あれね、俺らが出してるわけじゃないからね。一番会ってみたいアーティストは？ぶっちり。レジ。ナイル・ロジャー。パンアパ。あ、おいいね。いいね。ナイル・ロジャーさんにプロデュースしてます。マスナは？ごめん、聞いてなかった。いいぞ。一番会いたいアーティスト。あ、会いたいアーティスト。西田敏行。ああ、いや、アーティスト、西田敏行さんな。やべ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 。それで言うとナイル・ロジャースもミスターじゃない？ナイル・ロジャースさんね。ミスターナイル・ロジャースの。その時レッチリとかレイジのグループ名の継承とかってある。まあもうバンド単位で言うんだったら3じゃない？レッチリさん。うん。サックア・レモン最近ハマりました。おお。あれは作曲が増田です。ゴンゾーさんコラボしてほしい。やりたい。思います。また今夜はブギーバックやってくれませんか。多分やんないと思います。カバーしたい曲は、ノーは3な流行ってんだけどコメントで。やばいやばいやばい。バンアパハラ、なんだっけ、バンアパハラさんと階段やってくださいに対して、うわー、俺ちょっと階段を喋れるわけではないので、ついでも生で聞いてみたいでしょ。いやしたいですね。階段ライブに行きたいんですよね、普通に個人的に。はい、そんなところでございます。31人で飲み会してたことについてどう思いますか。いやダメだよ、よくないよね。やばいやばい。長谷上さんダメですか。あれいや、よくないわ。あれやめよ、やめよ。ニュースに切り込んでいくんだね、長谷上さん。アトロクすごい良かったです。ライムスターといつか一緒にやってほしい。 ありがとうございます。ライムスターさんな。でもマジでやりたい。本当に歌丸さんめちゃくちゃかっこいいから。やりたいです、やりたいです。はい、アニメタイアップやってほしい。原作のイメージでレオくんが書いて曲書いたの聞きたい。うん、なるほどね。やりたいですね。アニメってどういうのを俺らやったらいいんだろうね。クレヨンしんちゃん。わクレヨンしんちゃん。できるもんならやりたいけどね。クレヨンしんちゃんやりたく、大変じゃない？いきなりクレヨンしんちゃんすぎない。いきなりか。じゃあ残り10分にしましょうか。ちょうど切りがいいので。そうですね。24時までで。はい。熱海お泊まりライブ、温泉ライブ、吸ってるタバコ知りたいです。キャメル、ハイライトメンソール、キャスターの1ミリロング、どこのあれに書いてんだっけ、これって。あたりだ、里安さんの。そうだ、 ピアだね、うん、あピアか、うん、そうだ、ピアの正村さんのインタビューになります。ぜひウィキペディアに。黒いファンの呼び名考えよ。黒いファンの呼び名。黒いファンの呼び名。はい。怖い、いらないですか。いや、キモ太郎にしようか。名乗りづれえわそれ。以前。ライブでレオくんからピックをもらえて爆上がりでした。ステージからどれくらいフロア見えてますか。
ああでも結構見えてる、うん、まあ、場所によるけど、うん、結構見えてますよ皆さん。でも何ピック上げるとかやるんだ。なんかこの前やってたかも。へえ。ピってみんな欲しい。あのいらなかったら欲しいんじゃない。いらなかったら投げないから。あのいらないですって言ってください。こうやってやって。こうやってやった時。こうやってやったし。悲しいもんね、だっていらない人に。いや本当にそうそう。本当にあのフロアは見えてるからね。言っとくけど。うん、多分俺らのこと見えてたら見えるよね。そう、つまんなそうな顔してたら見えてるからね。こっち怖え。見てからな。え、クロイで何のゲームするんですか。何やってるさ。ね、前までその大河原健勇でやってたのはあのアマングアスとかあと PUBG か、うん、はそれでやってたね。やってましたね。ね、一時期めっちゃ狂ったようにね、ズームで繋いだまんまやってたんだよね。桃鉄やりたい。桃鉄やりたいですね。それは桃鉄はやりたいね。じゃあ俺今度持ってくわ。普通にさ、普通にやりたい。普通にやりたい。回収とかして面白いの桃鉄って。でも結構長丁場にはなるよね。スマブラとかこういう感じ、本当にダラダラ見てもらう感じ。夜明けのサビの裏のコード感がなんとなく気持ち悪くて、夜更かしした時の腹に圧がかかってくるような気持ち悪さを意識したのかなと思ったんですけど、実際どうですか。でもそれはなんかあると思います。あのコード進行すごいいいよね。うん、うん、夜明けの独特コード進行はあのお気に入りでございます。ライブどんな服装で行ったらいいですか。いや結構やっぱりなんだろう、セミフォーマルというか。いや嘘マジ。マジ。えでもさ俺らもやっぱ気合い入れてるから、なんか気合い入れた格好で来てほしくて。いやいいんじゃない、もう本当に各々の好きな感じで来て、だから好きな好きで。いやでもなんかそんな気合い入れてる。そう、俺らがそもそも本当なんかもう本当に俺らも好きな服着ててるから、みんなも好きな服着て、うん、着てくれれば一番いい。なんかあんまりあの敷居高くしちゃダメよ、ライブの。別にこうじゃないとダメみたいなのはないから。そう、あの本当になんかなんかあの服装とか決まってるレストランとかクソくらいって思ってるんだよ俺は個人的に。いいから飯出せって。はい、久々に増田さんのヨーデルと春に来た。ヨーデルね、ヨーデルなんかやろうか、ツアーで増田さんのヨーデルタイム作ろうと、今日乗りたかったバスが目の前で出発した時、バルミューレを聞いてなかったことにしました。いやそれすごくいいと思います。バルミーライフもですね、あの儚いあの仮想現実というなんか結構テーマを持ってまして、そういうなんかね、その自分が思い描く綺麗な場所っていうのは風船なんだよ、いつか弾けてしまうんだよね、弾けてしまうんだよっていうあの意義を持っていますので、まあ、そういう時に言っていただけるのはね嬉しいと思います。はい、メンバーそれぞれ一番好きな、KRIO の曲を教えてくださいって。コリの曲か。コリだとでカスタードしかコリが出してる曲知らないんだけど。意地になってる。やめろやめろ。宇宙人に遭遇したらどうしますか。宇宙人に遭遇したらどうすんの。バンダで逃げる。いやでもさ、宇宙人が悪いやつとは限らないから。いや、あと何分ですか。あと4分。4分、はい。ちょっと俺ね、俺も聞きたいことあるんだけど、これ。みんなの最近聴いてる曲を知りたいです。ああ、それ何？メンバー？いや、メンバーそれぞれじゃん。おお。俺めっちゃね、あの、アフロビートじゃなくて、アフロビーツを聴いてます。アフロビーツね。うん、俺めっちゃロックン、R&B ロックンロールみたいな聴いてます。でも最近なんか俺普通にローファイヒップホップみたいなの聞いてる。めっちゃいいじゃん。やろうぜ急に。急に寄せに行こうぜ。いいよね。
本当に最近ずっと聞いてる。ローファイヒップ、クッキンソウルっていうなんかアメリカのプロデューサービート、これローファイヒップホップなんて、なんかめっちゃかっこよかった。最近コメント打っておきます。あとなんかオズノットっていう、聞いたことあんの、ファジーっていうアルバムめっちゃ良かった。2007年っていうの。俺最近エクストリーム聞いてるわ。へえ。ビンスの新曲、新曲これいつ出たやつ？ビンスステープまた聞いてます。へえ。マスタさんはトイレ行ってた。ん？え、スラムダンクは名作。スラムダンクは名作ですよね。ありがとうございます。名作です。寝かすボイスをお願いします。マスだ。ん？寝かすボイス。寝かすボイス。あ、いいね。今日はお疲れ様。ああ。なんかゾワッとするな。スプーンだ、スプーン。みんな耳で聞いてるから気持ち悪いのが覚えてる。突撃隣の晩御飯の裏話ってしました？してないなら聞かせる。したっけよね。裏話しないよね、もうあれ素だもん。もうほんとあのまんまだ、ね、そう、俺ら素なんですあれ。あ、でもあの後にあの大量に買った惣菜をみんなで食べながらスマブラやった。あのマジで俺らのあのバルミーのドキュメンタリーが俺らだと思ったら大間違いだったんだ。どっちかっていうとマジ隣の晩御飯が俺ら。あんな奇跡だからな、マジで。あんなにかっこいい感じで映ったのね。拳銃突きつけられてるから、ああやってるやつ。そう。だいぶカメラ越し。語弊生まれるから、それなんか。自由にのびのびやらせていただいております。本当に。本当に。田舎は十字ごっこしましょう。したいですね。どういうこと？あと1分でございます。はい。じゃあ、あの、ハセベ閉めてもらって。あ、締めの前に、告知周りを。その締めを。あ、じゃあ、関さん。まずね、今回、先週出た23日のレンズについて、話す回だったんだけど、どうでしょう、ちゃんと話せましたでしょうか。ちょっとね、引き続き皆さん、アルバムレンズ、いっぱい聴いていただいて。うん。で、それに付随したね、7月4日からスタートするツアーにもぜひ遊びに来てください。はい。ツアーは残り、北海道と京都とどこだ？あ、北海道は売れてんだ。京都と福岡。福岡かな。そうですね、大阪と京都と福岡が残りわずかった。わずかったね。それ以外ちょっとソールドしちゃってるんで。あ、リキッドもまだ若干数あんの。リキッドももうかなり少なくなってます。ぜひその3会場近場でこれ見てる人でね、興味持った人は遊びに来てください、まあ、ちょっとコロナ禍で大変かもしれないですけど、もし来ていただけたらぜひ楽しいライブします。頑張ってです。あとね、そうだ、さっきも言った通りアルバムの中に入ってる白い紙にある QR コードで、フィジカル買ってくれてる人は7月7日から、水曜日の20時から配信されるアコースティックスタジオセッションがあるんで、それも楽しみにしていてください。告知はそんなもんかな。うん、はい、ということで本日をやらせていただきました、トークアバウトレンズ、以上にお示しさせていただきます。はい、では皆様お手を拝借。綺麗なんだ。はい、はい、皆さん手出すまでやめれません。はい、関くん、はい、では聞いてくれてありがとうございました。レンズ聞いてくれてありがとうございます。これからも聞いてください。どうも。ギターを最近始めたのですが、はい、ギター始めた頃はどんな練習をしてましたか？あのね、好きなギターヒーローを見つけるといいと思いますよ。めっちゃ重要。そう、みんなあのね、あの楽器あの全部に言えることだけど、やっぱりもう本当にこの人が好きだ、この人になりたいっていう、なんかもう最初モノマネから入った方がいいと思います。皆様、長い時間ありがとうございました、今後ともですね、来るはツアーもございます、あのライブたくさんございますので、ぜひ皆様にお会いしたいです、我々がね。
ということでですね、今後ともクロイちゃんをよろしくお願いいたします、長い時間ありがとうございました。なかなか壊れて青くその人生。